さあ始まりました。皆さん改めましてこんばんは。5月4日ゴールデンウィークの後半2日目、時刻の方は22時15分23秒回りました。ゴールデンウィークどこにも行かずに寂しいあなた、僕たちと一緒に楽しみませんか。というわけで竹下ジェットシティ MC のマトです。ウェイウェイ。さあそれでは行きましょう。この方でございます。寂しい方その2、それではどうぞ。はい、寂しい方その2。でもゴールデンウィークは近場あっちこっち行ったり来たり、友達と会ったり楽しんでいます。クリです。今日もよろしくお願いします。近場ね。近場です。近場いいね。はい、近場流行ってるしね。あ、そうなの。そうだね。さあそれでは行きましょう。寂しい方その3、はい、どうぞ。はい、昨日からお休み入ったんですけど、まだどこにも行ってないです。お天気が悪くって、一応予定してた動物園で小人カバン見に行こうと思ってたんですけれど、まだ行ってません。動物園。明日でも行けたらいいなと思って。はい。小人カバっていうのが来たらしいんですよ、地元の方に。なるほど。ちょっと物珍しいんで見ようかなと思ってたんですけど。ということで、はい、小人カバの心さんです、はい。よろしくお願いします。そうです。よろしくお願いします。はい。カバ。そうそう。普通のカバの半分ぐらいの大きさらしいんですよ。ミニカバ。普通のカバの半分でも十分でかいよね。カバってでかいよ。まあね、でもなんかまだちっちゃいみたいよ。まだちっちゃい。まだちっちゃいみたい。でかくなってもちっちゃいでしょ。ちょっと大きくなってもちっちゃい。あれですね。大きくなってもちっちゃいってワンちゃんで言うとなんかこうミニチュアなんちゃらみたいな感じとか。あ、そうそうそう。ミニチュアなんちゃらみたいな。そうですそうです。あれですね。なんかワンちゃんはこうミニチュアなんちゃらとかなんか可愛いこうなんちゃらってね、こういいなんちゃらとか、はい、こういろいろ名前つけられますけど、やっぱカバンになるとあれなんですね。小人カバなんですね。小人カバ。なんか違うんだ。もちろんなんかこう可愛らしい名前ね。可愛い可愛い。まあ日本大金。ミニチュアカバーじゃ、トイカバーとかね。トイカバ。トイカバね。ミニチュア。ね。なんかね。まあでも行楽日和なんですか今は。どうなんですか、晴れたりしてるんですか。あれ雨ですか。雨ですか。全国的に雨ですか。わかんないですけど。いやいや、そうでもない。そうでもないんですか。もうこっちはもう今日はもう大雨ですから、どうしようもないぐらい大雨。一日中ですか。一日中です。今も降ってます。あらららら、はいはいはい。あ、今も今も降ってます、はい、うん、今番組始まったと同時に止んでもちょっとどうかと思うんでね。あ、雨ばっかりです。雨ばっかりですか。ゴールデンウィーク今年は雨多いですよね。でも多いですね。うん、ということで、締めっぽい感じで、ゴールデンウィークを過ごしてますけども、明日は晴れればいいな的な感じで今日、たっぷりとお付き合いください。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。この番組の提供です。この番組の提供はアズール、スイタホーリック、ジャバラエステート、グラスク、月のマグマヘアスタイル、キャンディーネイル、萌え空海、ハゼラン、ミスバーチャルワールドオーガニゼーション、ザ・ベストオブ・セールマガジン、ディオーネファッションエージェンシー、エリア86、ビートックス、サイヤ、ブリスクチュール、 SSOC、 以上の提供でお送りいたします。今日もたっぷり楽しんでってください。よろしく、よろしくお願いします。よろしくお願いします。のっけからビリビリかい。早い。ここでビリビリかい。早い。びっくりするようなビリビリだね。ここでビリビリってすごいよね。早い早い。今日も、ね、でも今日も、うん、最近戻り早いからね。まあね、うん、それだけの作りです、ね、素晴らしい。というわけで、はい、小人カバーの心さんのビリビリからスタートします。よろしくお願いします。小人カバーの心さん、小人カバですよ。はい、カバです。小人カバ、小人カバ、小人カバって言われた。小人カバどんな普通滑舌悪いです。ああ、どう、僕ですか。
私です。あ、それは先週のマトさんですよ、滑舌悪い。先週の V 見させてもらいましたけど、あ、先週ですよね、27日って。そうですね、酔っ払ってた日。もう久しぶりに僕あのアーカイブめったに見ないんですけど、あのいろんな方からいろんなことを言われてたんで、うん、たまに見ようかなと思って見たんです、先週の分。そしたらあれですね、もうほんと2人ともどうしたのって感じでしたね、あれね。は2人ともどうしたの。いや僕はもう、はい、僕はもう最初から番組始まる時からもう言ってた通り、もう酔っ払いでしたから。先週はもう飲み会、いや酔っ払いって映るんですよ、だから。いや関係ないし、何わけわからないって、うん、酔っ払いウイルスが映る。なそんなウイルスないし、なんか巻き添えな感じ、ね、巻き添えだったわよね。でも番組の中でも言ってましたよ、2人ともなんかおかしいって自分たち言ってましたよ。だから映っちゃったんですよ。あ、もうそれはもうガンとして僕のせいだっていう、もう言い切ってるわけですね。そうなんか非科学的なことをもうここでもう言ってるわけですね。なんでそのまた。なるほどね。まあ今週はもう頑張りましょうよ。はい。そう。心さんもね、あのなんでそんなに絡むのって、はい、MC だから絡むんだよ。それが仕事なんだよ。でもこれ酔っ払うと絡みひどい感じしたもんね。ひどかったよね。全然、あんなの可愛いじゃないですか。いや、可愛くなかったよね。いや、酔っ払いの絡みってもっとすごいですよ。もうわけわかんないこと言いますよ、本当に。俺の酒が飲めねえのかとか、わけわかんないこと言うでしょ、ほら、ドラマとかで。ああ。そういうのないですから。まあね。というわけで、今日も張り切っていきたいと思います。今日は飲んでません。はい。でも、番組が始まる前節の最中、僕はカップラーメンを食べてました。すごい音しました。まだ？え？いや今のちな、今ギシギシ言っただけみたいよ。いや今は食べてないですよ。あ、今ズルズルって聞こえたよね。聞こえたよね。違いますよ。もう気のせいですよ。そこまでおかしくなってませんから大丈夫です。今日も頑張りたいと思います。はい。さあというわけで最初のコーナー行ってみましょう。まずはこちらのコーナーでございます。こちら。目指せ歌丸。ということで目指せ歌丸ですね。今目指せ歌丸のこの曲をかける寸前に私一瞬エンディングの曲をかけてしまいましたそうなんだ。コンマ25ぐらいの速さですぐ停止しましたけど、もし気がついた方がいらっしゃったら、あなたはとても優れた観察力をお持ちの方でございます。はい。というわけで目指せ歌丸でございます。ゴールデンウィーク、友達、家族、親戚一同と集まって何かをすることもあるかもしれません。そんな中であなたが発した一言が場を一気に盛り上げることができるかもしれない。あ、今年の君はちょっと違うねと言われたいあなた。あなた、目指せ歌丸で笑いのセンスを磨きましょう。さあそんな目指せ歌丸でございますけども、このコーナーは皆様が何あるテーマをお渡しいたしまして、そちらのテーマに沿った作品を作っていただくと、そういうコーナーでございます。さあ本日ですけども、本日も575でございます。テーマの方はこちらでございます。それでは本日のテーマ発表、こちらドン。本日のテーマはごめんなさい川柳。ごめんなさいでございます。575の川柳の中の5の部分、今回ですね、頭でも最後でもどちらでもいいです。あ、そうなの。頭でも最後でもどちらでもいいですから、どちらかにごめんなさいを入れてください。だから、そうですね、例えるならごめんなさい、ハイルルルハララハイルルルルとかね。はい、はいはい。あとは、そうですね、後ろにつける場合であればハラルルルハラルルルルルごめんなさい。酔ってるんじゃないかと思う。酔ってねえよ、アルコール入ってねえよ。2週連続酔っ払わねえよ。酔ってるともうちょっとこんなに、もうちょっと滑舌悪いし、もうちょっとなんか気分が変わった感じ、
そうね。そうね。逆に、ね、あのね、逆に大人ない。なんだろうね、酔ってないのにそこまで言われるとなんかこう、なんかトーンはダウンしてるわ、滑舌は悪いわとか、なんかボロクソ言われてるみたいな、なんかこう、ちょっと複雑な気分よね、今ね。何なのかしらね、これね。どっちがいいんだろう。そうね。先週のお酒が残ってないですよ。えへみさん、残ってないですからね。そういう感じですよ。だから、五四五の、最初の5をごめんなさいにするか、いけ、最後の5をごめんなさいにするか、どちらかですね。はい、一応そんな感じですね。分かっていただけましたか、皆さん。うん、はい、ね。初めていらっしゃった方もいると思いますので、ぜひ、竹井の方を応募していただきたいなと思うんですけど、素敵な作品には、銀のマンカップ、で、銀のマンカップが5つ貯まりますと、金のマンカップがもらえます。先週つばきクラブのひろちゃんが銀のマンカップが6個になったんでって言ってましたよね。うんうん、ああおっしゃってましたね。だから今日連絡が来れば金のマンカップをお送りしますから。なるほどね。はい、うんうん、ぜひ取りに行って。そう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 、ね、そういうことですよ、うん、はいね、うん、もうお越しください。ユーストリームの皆さん、皆さん元気ですか？ふふふ、別に特に脈々も何もなく話しかけてますね。はいはい、俺見てるよっていうね、ちゃんとログ見てるよ。なんかね、ちょっと言われたんですよ、この前。まさにユーストリームのログってあんまり見てないですよねって言われたんですよ。ああ。俺全然見てますからね。あ、そうなの。全然すごい。え、何？なんか今が、ね、何？何？いや、4が始まったなと思って、その方で。すでにね。そうそう。そうね、なんだろうね、4が始まったよね。わかんないですね。見てますよっていうことで、多分お返事がフォーだなんだと思うんですよね。見てても拾ってくれないんだじゃないんですよ。見てるんですけど、なんて言うんだろうね、こう北総エンデル感じですよ、見てね。今まで感じて見守る感じでいる時があるんです、たまに。さっきまで滑舌の話で盛り上がってるっていう、その滑舌の話に俺が乗る必要も全くねえなと思いながら、北総エンデル別にそのとこいいなみたいな。まあまあ、そっちの話の方が楽しかったらそっちの方で遊んでいただいても結構ですから。たまにこっちの方に戻ってきていただければいいかなと思いますけどね。ということで、え、ココロさんが滑舌って言ったんですか？ユーストに滑舌の話題が出てたんですよ。あれってココロが滑舌って言ったんですか？いやいや、言ってない。滑舌が滑舌になったんだと思うと。ココロさんがでも滑舌って言ったって話が。そうなの。私の滑舌が悪くて滑舌になったから、滑舌の話が出たのかな。そう、違う、陽子スージさんが私滑舌が言えませんとおっしゃって。ああ、そういうことなのね。じゃないの、滑舌が言えないのね。あ、その前からも、その前からつながってる。あ、そういうの、他滑舌な人が他にもいるのかな。なるほどね。そういう、こう、なんていうか、 TWK ポップさんが滑舌悪いですって、滑舌の代わりにね。それから盛り上がってるみたいですよ。そうです、はい、もういつまでその、なんかこう、ログのこう遺跡を掘り進めるんですか。はい、ちょっと掘り進めるんですよ。もういいと思いますよ。北総 M の北総って何でしょうって質問が来てますけど、北総 M の北総っていうのはですね、これ非常に昔からの言葉になるんですけども、これ江戸時代ぐらいの話になるんですが、ええ、あの笑うっていう字があるじゃないですか。はい、あの字をよく見てください。あの字をよく見たときに、あれ二つの漢字に分かれるんですよ。竹と、はいはいはい、もう一つの漢字ありますよね、うん、でそこの部分が由来で北総になったかどうかは僕は知りません。あー、やっぱりね。さあ、というわけで、本日のお題はごめんなさい川柳ですね。五四五の最初でも後でも構いません。どちらかに五、どちらかの五の方にごめんなさいを入れていただけると、OK ですという今回の状態ですね。ね、これ何ですか？ここちょっと待ってくださいね。今、土地の音楽が流れてますかと。土地の音楽は別に気にしないでくださいね。これ土地の音楽で聴いてる人いるんですか、もしかして。いや、どうして？現地の方。現状方、ユーストリームの方でぜひ見ていただければいいかなと、思いますけど、それでうちのスタッフの方にお願いがあるんですけども、土地の情報を開かないでください。開くと消えます。あ、誰も開かないように。まあ、今多分寄ってたかってうちのスタッフ開いたと思います。絶対開いたと思うんですよ。触るなっていう話ですよね。あの URL が入ってるかどうかとか確認する必要がもう全くございませんので、これまあちょっと今見てみますけど、多分案の定消えてるって感じなんですか。
もう案の定消えてますよね誰かが開いたんですね、これね、はい、これも開かないよ、なるほどね、はい、というわけで、さあそれではですね、恒例となりましたけども MC 陣のお手本をね、やばい ねそうね、いきますか、はい、今一瞬なんか映像が途切れたんですね、ちょっと暗くなりましたね、これ大丈夫ですか、音声来てますか、問題ないですか、問題ないですか、音声聞こえてる方は聞こえてますか、聞こえてると言ってますか、今一瞬何が起きてるのか、ね、あ、聞こえてます、聞こえます、大丈夫です、 OK、 はい、はい、よかったです、はい、さあそれではですね、じゃあお手本の方いただきましょうか、これ最近もうお二人も分かってると思いますけど、はい、MC 陣のお手本に関しては本当になんていうんですか、レベルが低いっていうふうに言われてますからね、はい、そうですね、ここら辺で起死回生の一撃みたいなことドカーンってやるとこう、それはもうね、はいはいはい、いつもね、いつもね狙ってるんですけど ね、 じゃあ、うん、じゃあ栗山さんからいきますか、ね、あ、そうですか、せっかくですから、じゃあ本音のところで、はい、あのなんかそんな本当に謝っちゃうよっていうね、あ、なんかそんな赤裸々な感じですか、いや、うん、別にそうなんじゃないよ、なんかここで別にって言われたら全然なんか大したことない風味が今からも醸し出せなくていいんですか、それでそういうのってやっぱりしょうがないでしょ、やっぱりそういうのって MC ってやっぱり話をこう自分のそのネタを盛り上げるためにこうなんか、ちょっと前もそのことしてきたよ ね、 なんかこう高めるんじゃない、別にとか、そう、別にじゃなくて、いや本当にもう今回の作品は私の本音ですから、こうご期待ですぐらいまで言ってね、いやでも本当に本音ですから、こうご期待、いややっぱり本音ですか、あ、そうなんだ、本音ですよ、めちゃめちゃ本気、かなり期待していいですよね、もうすっごい本気よ、はい、そうそうそう、あのね、うん、編集聞かないから言い直してもダメだからね、もうね、別には消えないからね、いや、じゃあ行きますからね、それではクリオネさんのごめんなさい川柳、それでは行きます、 3、2、1、GO、 時間ない、お題できない、ごめんなさい、あ、ずるいね、そういうのね、ずるい、ごめんなさい、いや、あのね、今日ここに来た時に、はい、ほら、例えばね、前、あの、誰だっけね、ヨウさんかな、マトさん全然着替えてないなっていうね、兄さんだっけ、なんか、あの、ずっと同じ服でね、うん、家帰ってないんじゃないかとか、着替えてないんじゃないかとか、こう、噂になってましたけど、僕、まあ、その理由と、そうですよ、その理由と被るところもあって、今、いろいろ忙しいので、はい。お題とかね、やってる時間がなかなかなくてごめんなさいって、いやいやいや、お題とかやってる時間がないとか、そういうこと言わないで、嘘でもなんかちょっと具合が悪くてとかなんか言った方がいい、いや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 、お題やらなくていいのが多いっていう感じになっちゃいますからね、なんかマトさん、さぞかしいいのできただろうな、期待してるよっていうことでお願いします、おかしいよね、さっきの前説の前に流れる前に僕言ったよね、こう僕の状態を言ったよね、僕の状態言ったのにもかかわらずそれを言うっていうことは、うん、なんですか、ここで何かこう差し合いがこう始まるわけですよ差し合いでいいね、まあまあまあいいですよ、まあいいですよ、クリオさん一つ、何一つ、うん、だってみんな同じなの何が同じなのみんな同じなの、え、3つ全部同じなの、ネタの内容が、あ、内容がねうん、あ、じゃあもう、じゃあ、まあ、クリオさんはここぐらいまでね、それじゃあ行きましょうか、え、もう一個行くの、いやいや、もう同じなんでしょ、同じなの、みんなそんなの3つ出されてもね、そうそうそう、多分皆さんもええって思うでしょうから、そうそうそう、まあ、この後もじゃあ時々ここ切れるみたいですよ、どっちが、音声が、音声だと思いますよ、ディレクター、音声どう、音声そっちどう、どうなのかしらね、え、どうなんだろう、時々切れちゃうみたいですよ、どうかね、あら、ちょっと切れちゃってるみたい、あ、じゃあ多分あの配信側の方の時点であれですね、あのディレクターの方には音が届いてるみたいなんで、多分あれですね、あの聞こえない方のところとこうユーストリームさんの間のこう今相性がちょっとあるのかもしれないですね、ああそうなんだ、大丈夫ですね、ちょなんかちょこちょこあのちょっとしたら直っちゃうかもしれないんで、うん、ページ更新していただくとか、そうですね、ページを更新するとあの結構聞こえたりとか普通にしますから、直ったりとか、よろしくお願いします、はい、じ
よろしくお願いします。最後はもう皆さんの心の耳で聞いてる。そう、心の耳で、心のお題に聞いて。違います、心は、まあ、どうでもいいんですけど、心の耳でね。さあ、それでは心さんの作品をそれではね、行ってみましょうか。それでは心さんです。それでは、ごめんなさい川柳、心さんのお手本、それでいきましょう。3、2、1、はい。作ってなかったけど今作りました。え、ちょっと待って、何言った？今作りました。いやいや、あのね、あのね、それいらないよね、今のコメント。分かった。作ってないです、ごめんなさいなら分かるけど。またこっちを作ってないけどできました、それを読みますっていうのはいらないよね。はい。いらないよ、言わなければ誰も知らないからね。そう、そうね、でも言いたかったんですよ。なるほどね、はい、分かったよ今。なんか今日狐につままれた感じがしたけど。つまみやした、はい、ごめんなさい、じゃあ行きますか。はい、行かせてもらいます、はい、今のはなかったことですよね。なかったことです、はい、では昨日の晩からずっと温めていたこの。いや違う、違うとかいらないし、違うとかいらないよね。今さっきもうできてるわけだから、だってお題ギリギリ多分ね、いつもね、心そうだ、今日すごかったんですよ。いやいや、今日なんか宿題じゃなかったよね、もう。うん、あのね、なんだろうね、そう、なんで二人してこう、愚痴る愚痴るって見たらできてるんだから。だって昨日から歌ってもらっててさ、作品あるんだからさ、おかしいよね。作品できた、お手本できてるんだからいいじゃない、二人とも優秀だっていうことですよ、それぐらい。別の曜日ですんごい遅くまでずっと行ったのにね、そうね、最近そう教えてくれなかったよ。今ですね、皆さんこれ聞こえてるかどうかわかんないですけど、僕の声しか聞こえてないでしょ。そう。これ愚痴が長引くと僕こういうシステム使うんですよ。これあの、お二人の声の音声を一切今流しないのです。そろそろもう愚痴が終わったと思うので、そろそろ音声の方戻してみたいと思います。お帰りなさい。はい、ただいま。戻ってきましたね。じゃあもう心さんよろしいですか。できましたよ。できました。楽しみですね、それでは。じゃあ、いきますか。行きましょう。心さんのお手本でございます。それでは、はい、3、2、1、はい。歌丸は好きなんだけど、ごめんなさい。なんそういうのいいのね。ダメですか。あの、毎週思ってることなんですけど。で割らないで。マルさん作ったんですか？ちょっと。何が？マトさん作ってなかったでしょ？誰が？マトさん。俺ですか？はい。誰が作ってないなんて言ってました？さっき言わなかったっけ？クリちゃん。で今作るって言ってたよ、さっき。あ、そっかそっか。何が？できたんじゃない？そうなの。あ、だからこんなになんか、何が？とかって言うんだ。いやいやいや、違いますよ。そういうことするって。いや、もうね。なんか僕はもともとそのお手本を作ってないとかも言われるのがもう本当にちょっと心外ですよね。ああ、そうですね。僕言ったじゃないですか、番組は確かにあの前に説が始まる前は作ってないって言ってましたけど、これから作るって僕言ってたでしょ。うん、あっという間にできる、やってたかもしれない。できましたよ。よし、どうした。すぐもうオープニングテーマが入った段階で、あ、来た、あ、すごいすごい、あ、すごい、なんかじゃあ蘇った感じですね。蘇ったって別に人がもう死んでるみたいに言うことしないでくださいよ。だってもうなんか昔はできたけど、老化だ老化だって言ってたもんね。え、言ってた、まあ、老化だ老化だって言ってた、まあ、いいということで、さあそれではもう今のトークで心さんのお手本消えたからね、もういいですよ、いい回りました、はい、じゃあもうせっかくですが僕のね、はい、僕のもうディレクターの今日告知多いよってね、早くやれよ無駄分しないでっていう感じでね、こうログが今飛んできました。はい、そう、このログはテンション下がるんですよ。いいですか。さあ、それではじゃあ行きましょうか。さあ、それでは僕の作品でございます。もうこれは本当にまあ私たち、まあ、MC たちのね生き様をこう表した作品でございます。なるほど、はい、深いですからね。はい、それでは行かせていただきます。私のお手本でございます。それではごめんなさい川柳、こちら。ごめんなさい、俺たち MC 不甲斐ない。確かに不甲斐ない。
すごいね、本当すごいね。まあこれ心さんが読んでる最中に考えてるんですけど。いやだな。本当にはもう路線的には何も変わってない路線ですね。そうね。3人ともの作品が全てなんかあれですよね。こう自分たちを責める。自分たちはダメだみたいな感じだよね。そうね。そんな作品です。間違っても、自虐ネタをここで出してくださいっていうコーナーではないので、ないない皆さんはもうそのごめんなさいをつけた川柳をねつけていただければいいと思いますから、非常に反省的でしょ。そうでしょ、うん、ということで、本日も皆様方の作品いただきたいと思います。作品の応募方法でございます。それでは行きましょう。まずは私たちこちらのスタジオの前の観覧席にいるあなた、SLTV のスタッフがローカルチャットに投稿フォームの URL を貼り付けます。そちらの方をクリックして投稿フォームを開いて作品を応募してください。さあ、そして続きましてユーストリームに入っているあなたおせえ。ちょっと何してんの心さん。よそ見してました。よそ見してでもいいけど、こう頭はこっちに向いてて。なんだろう、びっくりしたよ今。はい、ユーストリームの皆さん、こちらの方も SLTV のスタッフがローカルチャットの方に、ローカルチャットじゃねえ、チャットの方に貼り付けました投稿フォームの URL をクリックして投稿してください。さあ、そして、この番組をウェブモニター、そしてオフィシャルサイトから見ているあなたオフィシャルサイトはモニターの中央を真下、ウェブモニターはモニターの中央を真下、そしてオフィシャルサイトはモニターの右横にそれぞれメッセージというボタンがあります。そのボタンを押していただくと投稿フォームが開けますので、そちらから投稿してください。というわけで本日のお題ですけども、ごめんなさいを頭かお尻五七五のどちらでも結構です。そちらにつけて送っていただくごめんなさい川柳でございます。はい、それでは今日も皆様方の作品心待ちにしてますので、よろしくお願いいたします。お待ちしてます。番組のあちらこちらでご紹介します。それでは後ほど、目指せ歌丸でした。お待ちしてます。さあ、それでは早速いきましょうか。はい、はい、ではこちらのコーナー行ってみたいと思います。続きましてはこちらのコーナーでございます。セカンドライフ TV インフォメーション。はい、さあ、というわけで SLTV から皆様方にお知らせでございます。それではこれどっちかわかんないけど、それではよろしく。僕ですか。はい、あ、僕なんですね。というわけでですね、こちら SLTV から皆さんに、お知らせなんですけども、明日は何の日だかご存知ですか。こっちを知ってますよ。知ってます。何ですか。ちょっと待って何そこでボソボソ二人で喋ってるわかんねえんだけど、もっとこうガーンと行こうよ。ゴールデンウィーク後半始まったばかりなんだから。そうね、はい、そうですね。子供の日ですよね。子供の日ですね。端午のセックですね。はい、端午のセックでございます。ということで、子供の日といえば、こちら鯉のぼりでございます。なんとメガリシティのセントラルパークの上空に巨大鯉のぼりが出現いたしました。これ大きいんですよね。それをこちら普通の鯉のぼりではございません。ね、ギャラリーさよぴよのヨヨさん、今会場の方にもいらっしゃいますけども、はい、このヨヨさんのアート作品である、この鯉のぼりを、はい、メガリス用にちょっと改造してもらいました。今もうカメラ映ってますよね、これね。映ってますよ。こういう感じの鯉のぼりなんか見たことねえべ。すごいですよね。いや、これね、本当にすごいんですよ。もう行ってもらうと分かるんですけど、下の方にあの青と赤の、あ、青と黄色のこなんかパラソルが見えますけど、あちらがあのホットドッグを売ってる、ホットドッグ屋さんね、ホットドッグ屋さんの田中さんですからね。あ、田中さんね。そうだったっけ、窓っけが田中さんかと思った。うん、まあまあ、いろいろあるね。これ非常に
見応え満点でした。はい、でですね、こちらの、はい、ゆえさんの作品の以前もこれ、展示され、以前というか今も展示されてるのかな、こちらの方で展示されてる鯉のぼりを改良してもらいましてですね、はい、そちらも見た方もいらっしゃると思うんですけども、はい、これ今なんていうんですか、ギアがついてこう立体造形的に、ま、こう回転してるんですよね、ちょっとこうなんか、うん、未来チックな感じですよね、うん、うん、そうそうそう、動力がこうあってですね、だから なんとも言えないこう不思議な空間なわけですよ。ですね、はい、そうなんです。ということでこちらですね、もともとああいうふうにこう地面からこうニャキッと出てるわけではないんですけども、わがままも言ったらですね、そんな感じに改良してくださいました。本当にありがたいなと、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、せっかくなんでね、してこれゆうさんの方のギャラリーさやつよさんのブログの方にも記事の方が載ってたんですけども、これ本当にですね、ゆうさん今会場の方にいらっしゃるんでね、はい、まあ、ここで本当に言ってしまうのはあれなんですけど、ゆえさんの方のブログの方に期間限定で5月5日までって書いてたんですけど、うんうんうん、これ5月5日までっていうのはちょっと あまりにももったいないので、もったいない、うん、確かにもったいない。ぜひ来週いっぱいってこと、来週の土曜日までとかって置いといてもらえたりとかしないですかね、これ。よろしくお願いします。よろしいですか、来週土曜日ぐらいまで。ね、いかがでしょう、来週いっぱいってことで。いいですか、はい、いいって言ってます。もうあ、ゆうさんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。もちろん光栄です。ありがとうございます。これね、ぜひね、見に来てみてください。うん、本当です、ね、うん、実際に見ると本当に大きくて、うん、ね、すごい力強い鯉のぼりですよね。そうですね、本当に力強いっていうのがありますよね、うんうん、鯉のぼり、今俺なんでかわかんないけど、今これモニターに映ってる鯉のぼりを俺横から見ようと思って、横にしたらこれモニターから横から見れないのに、何かわかんない。面白いそれ。すいませんね。ごめんなさいよ。面白い。はいはい。飲んでませんからね。というわけでこちらメガネシティのど真ん中ですね。はい。で、そちらの方に、ね。セントラルスクエアですね。はい。はい。セントラルスクエアでしたっけ？はい。セントラルスクエアだそうです。はい。あ、そうそう、これね、もう本当手前見たの言い方して本当に申し訳ないんですけども、うちのメガリスの地図を見たの初めてなんですよ。これヨヨさんがこれブログで作ってくださったんですけど、これ本当にね、びっくりしました。こんな地図があるなんて。すごい地図ですよね。これすごいですよね。これうちのスタッフでもどこに何があるか分かんない人がいるんでね、これで本当に見てもらおうかなと思って。助かります。うん、分かんない人いるんですよ、まだ。うん、あれ図書館ってどこだっけみたいな感じでね。ちょっと今赤いところが鯉のぼりになってますから。はい。そうですね。さよぴよさんのねブログに載ってる地図です。はい、素敵でしょこれ。これ僕見た時びっくりしましたよ。本当ありがとうございます。というわけで、ギャラリーさよぴよのヨヨさんの作品鯉のぼり。巨大鯉のぼりでございます、はい、こちらの方来週いっぱい展示しますので、ぜひですねお散歩がてら来ていただいて、その鯉のぼりを仰ぎながらこうスケールの大きい男の子に育っていただければいいんじゃないかなと。です ね, ね、うん、で、女の子はスケールの大きい彼氏を見つけたりとかね。あ、なるほど ね, そうですね、はい、スケールの大きい旦那を見つけていただくっていう感じだね。はい、ですね、そんな感じで、この鯉のぼり仰いでみていただければいいんじゃないかなと、はい、思います。で、間違ってもギアの中に入らないようにね。うん、ギアの中に入ったら危ないからね。ちょっと入りたい気がするかもしれない。入りたい気がするかもしれないからね。うん、はい、こちら、来週いっぱい展示してますのでよろしくお願いいたします。というわけで SLTV インフォメーションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。何心何今ね、会場の方で、
ヨヨさんお見えになってらっしゃって、うん、でヨヨさんのご自身 の、 あのブログの URL を、うん、あの会場の方のローカルチャットで皆さんにあの、はい、くださったんです、はいはいはい、それとは別にですね同時に心さんがですね、うん、あのスタッフチャットの方に、はい、あのそれだよヨヨさん の、 のブログはこちらですってドッカーンって貼って違うだろうって違うよこれ今見てる要するにあれですかあのローカルチャットに貼りたかったのはスタッフの方のカンファレンスに貼ったってことですかいや違います違うそうじゃないの URL 自体が間違ってるぞお前なんだよそれただのテロじゃねえかじゃあ違うそうだ嫌がらせだろただのうんそうじゃないどこの URL なのこれあ今後で貼ったのはヨヨさんのブログですよ、違う心さんが貼ったやつですよえ、ユーストの今やってる放送なんで俺なんで SLTV のスタッフに今ユーストでやってる SLTV の番組の URL を貼ってるわけわけわかんないよねみんな知ってるからそれ今まさに見てるし番組やりながらね怖いわごめんなさい、ね、受けたわ、みんなで見てるっちゅうのってこの話ですあのみんな静かに指摘してくれてるのがありがたいですね、うん、これだけ下がれてる、はい、静かにっていうのがすごいですねそうそうみんな見てるって言ってやいのやいの言ってるんですけどね、というわけでそれでは次のコーナー行ってみたいと思いますさあそれでは行きましょう続きましてこちらでございますオフィシャルスポンサーインフォメーションさあ、というわけでオフィシャルスポンサーからの情報でございます。それではまず最初はこちら行ってみましょう。アズール、はい。さあ、それではアズールからの情報よろしくお願いします。限定アイテムを含むニューリリースのご紹介です、はい、まずご紹介しますのは、うん、新作ドレスルチアです、はい、こちらは SL スペインのミスコンテストミスバーチャルスペイン2012にミスマドリッドとして出場された、うん、ルチア・ダニューブさんのために作られたドレスです、うんはい、まっすぐでキリッとした胸元の返しの下やシルクのスカートから覗く下スカート、うん、それに腰の棒やハットなどレースの使い方がクラシカルなスペインの貴婦人をイメージさせています、うんうんうん、はい、こちらの販売は、うん、あ発売は SL タイム金曜日を予定していますなるほど、はい本日はディオーネモデルのゆうこさんに実物を着用していただきました。はい。はい。登場でございます。はい、こちら、どうぞ。お願いします。お、ゴージャスですね。本当にゴージャス。そうですね。女子にとってはあれじゃないですかたまらないんじゃないですかうん、本当踊りに行きたいわ踊りに行きたいわ素敵、ねね、お色はアメジストですはい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 、はい、素敵ですねねうんこれはもう存在感ガツンですねですね、着てみたい色ですねうん、うん、結構レースの取り回しがこう背中から前にかけてこう来てるんですけど、こうそれはこう前の部分からスカートに流れていくような感じじゃないんですね。ね、そうですね。あ、あじゃあ胸のプリムのところの折り返しの部分にもこれレースが入ってますね。ね、うん。可愛いですねこれ。すごい可愛い。下スカートのそのレースがすごいいいですね、はいはい、ボリューム、ね。いいですよねこれ。うん。張りがある感じで。あそうですよね。いいね。見てみたい。これはもうあれでしょ。もう、男性とこうね。なんでそこでクスクス笑ってるの？そう、なんか笑ってなんでそこでクリオネクスクス笑ったクリオネなんかドレスで着ると喜ぶんだよ、ね。何何いやいやいや。ほらね、ヨヨさんとミーさんがまた、これを着て、華やかに舞う、マトさんを見て。意味わかんないよね。なんだろうね。違うよね。それを見て、これを見てそういう発想なのはいけないよね。間違ってるよね。違う違う違う。こ
それを着てこうダンスを踊ってるこう綺麗な女性を想像してください。うん、ほんと素敵。スペインの貴婦人のようなマトさんってことで、いらないコメントだろそれ。いらないコメントだよ、ね、今マミさんからバイク便で着くらしいです。何がバイク便ですか？バイク便で着くんですか？ちょっと待ってくださいよ、はい、あ、今ですね、すいません、バイク便で届きました。おっと、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、今日のバイク便なんかいつもと違うような気がするぞ。今日のバイク、この流れは、これあれじゃないですか、前職来るんですか、この流れは。ちょっと待ってください、止まらないんですけど。バイク便いただきますけど、僕にこれ前職、僕にこれ前職こういただい、まあね、いただきますけどね。まあ、あの、なんでしょうね、あの、もう何年も前からこうずっと続いている、こうなんか儀式のような感じになってますから、いただきますけど。すごいですね。ええ、まだボックスにしていないので、フォルダでということですよ。あ、なるほどね、ありがとうございます、はい、おめでとうございます。そうですね、頼むから本当に番組中にテレポートを僕に送ってくるのやめてください、本当にね、違う方ですけど。あ、それってどういうことなんでしょうね。そうそう、今スピンしてますとかっていう風にテレポート送らないでください、僕番組中ですから。これいいですね、この服ね、こちら素敵ですね、うんうんうん、これやっぱり、はい、この手袋もついてるんでしょ。どうなんでしょう、多分ついてるよね、グローブついてるのかな、多分ついてる、多分ついてるんじゃないかな、うん、多分ついてると言ってついてなかったら困りますからね、はい、手袋 ね、ついてるよね、小さいね、うん、こちらのルチアは、はい、アズールのお店での販売カラーの他にSL タイムの5月4日から、今日から、まもなくスタートします。SL 内のトレンドカルチャーのイベント。ルチャーショップ2012の会場内で、イベント限定カラーも発売になります。このカラーは、カルチャーショップ2012の会場でのみお買い求めいただけるものだそうです。なるほど。はい。あ、あ、この今のこの映ってるやつ、この色ですか？あー、これもいい、素敵ですね、素敵、ね、どれもいい色ですよね、うんうんうん、こちらはそのカルチャーショップ2012の会場内でのみってことですね、そうです、限定です、はいはいはい、限定からあるんです、ね、先ほど手袋ついてるって聞いたら、はい、もうユーストリームの方で、はい、女のマミさんがもう急いで打ちたかったんですよね、ついてるついてる、うん、ついてるそうですね、はい、あ、なるほど、ついてますって、はい、そのカルチャーショックっていうのは非常に良いものがいっぱいあるそうですとヨヨさんが言ってますよ、ね、あ、ぜひ行ける方はね、行ってみてください、うんうん、これいいですね、限定カラー、限定カラー欲しいですね、やっぱり、やっぱ限定弱いですからね、日本弱いですね、限定と言われればね、うんうん、さあ、ということで、こちらの方がこちらが、うん、いつだっけ、発売の方がですね。うん。はい。そうですね。ちなみに、その、カルチャーショック2012は5月の4日から5月の26日まで開催されているそうです。はい。はい。というわけで、次ですね。じゃあ行きましょうか。はい。はい。ですね、そしたら、うん、ファッションブランドのみならず、雑貨やインテリアなども含む SL トレンドを担うショップが180以上も集合するカルチャーショック2012には、アズールから他にも、先週この番組でもご紹介させていただきました、新作ドレス、ベラの限定カラー、うん、そしてまだ発売前の新作、うん、ミスバーチャルポルトガル2010のファイナリストのために作られましたドレス。タイダの限定カラーも出品されています。あれ、このドレスって、あー、かっこいい。すごい。ねえ。このドレスって、あれですか？ん？うちでご紹介した？ご紹介したかな？どうでしょう？ベラは、まだ未発表。してないでしょ？俺、このドレスやばい。
右側のそういう意味で平は好きっていう意味ですか、本当に初めて、うん、いい感じです、ね、着るのかと思ったいやいやいやこれさ、何言ってる全然違うんですよ、やってる意味が今、あって思ったよね、でもねそうそうそうなんか、クリアな言葉を失ったもんね失ったいや、ちょっと僕ね、ちょっと今やられま…ちょっと待って、ちょっと待って、あれバイク便がまた来てるんですか、これやられたみたいバイク便また来てますか、これバイク便がまた来てるん…ちょっと待ってください バイク便今受け取りますね自分で来てやられるのもいいかも。いや、おかしいでしょ。いや、そのね、僕ね、アズールのドレスってかなり大好きなんですよ。で、多分僕一回見たらもう忘れないと思うんですよ、これ。うん、大体の、その、作品って。うん、結構、ね、覚えてるんですよね。うんうん、で、そういう時に、こうなんか、ガツッとわしづかみされる時があるんですよ、やっぱり。このどれも素晴らしいんだけど、この俺の特に、ね、好きそうな感じのやつがこうガッてこうガッとこうわしづかみされるわけですよ。ああ、うん、ね。そうそう。で今これテロップ見てガツンとわしづかみされたんで、ああこれ綺麗だなと思って。うん。太ももフェチだし。太ももフェチ、まあ太ももフェチですけど、太ももだけじゃないですけど。ああ。その時がチャンス、マトさん意味がわからないですね。何か。そのタイミングでっていう。わかんないよ、ね。そう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 。これでもいいんじゃないですか、これ。ガシッと来ちゃうよってやりますよ。ガシッと来ちゃうよってじゃないですよ、エリボンさん。ほら、ポケさんが太ももが出てるものは忘れない。いやいや、そういうわけじゃないですよ。あのさ、もうすごい突っ込まれてると。ちょっと待って待って、あのね、違うよね。僕これ、スポンサーさんの情報を紹介するコーナーであって、このドレスの素晴らしさをこう僕が最初にこうガツッとやられたって言ってるわけですから、それをだんだんね、この太ももフェチだろ、なんだろ、かんだろって、だんだん落としてやなさいよなと思って。あげなさいよ。体重から引かれたかわいいのと、ゴージャス感ありますね。ガールさん、いいこと言うわ、ほんとにね。そうですね、かわいい。はいはいはい。なるほど、うん。これいいですね。こちらの方の限定からも、出品されるということですね。そうです。うん、開催期間は、うん、先ほども言いましたけれども、はい、5月4日から5月26日までです。うん、なるほど。はい。はい。はい。というわけで、じゃあ次ですね。はい。はい。じゃあ次行きましょうか。続きまして。うん。うん、続きましてご紹介するこちらのドレスは、はい、プーラ、うん、プー、うん、サンスクリット語で花を意味するこのドレスは、わあ、また個性的なドレス、これもいいですね、うん、エッセルタイムの5月5日から始まります、はい、チャリティーイベント、うん、アシュラヤプロジェクトのためのチャリティーアイテムとして作られました、うんうん、はい、このドレスを、うん、ディオーネモデルのピオさんに来ていただきました、はい、登場でございます、はい、お願いします。登場です。おー、来た。おー、うん、これだね、わーい、また個性的ですよね、素敵、鳥見た、こう、なん不思議だなと思うんですけど、うん、そのアズールのドレスってこう、なんていうんでしょう、スカートのこうラインとか、うん、はい、なんか生地によるんですけど、こうどちらかというとこう、なんていうんでしょうね、こう丸なイメージっていうのがすごくあるんですけど、うんうん、これこう見せ方が、うん、心さん、はい、心さん、今ね、いい話してるからそのビリビリやめてくれないかな、ごめんごめん、今ね、なんか真面目なこと言ってた、うん、もうビリビリって、やばい、ごめんなさい、どうぞ。これあれですよね、この白と黒とのコントラストが、うん、から見えるのかあれなんですけど、こう、なんでしょう、こう角があるっていうか、うん、言ってる意味わかりますかね、なんていうんですかね、こう鋭角な感じが、うん、こう生地にその見せてる部分があるじゃないですか、スカートの部分、はい、そう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 、こ、そう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 、これ面白いですよね、面白いっていうのが変わってますよね、変わってる、見せ方がこんなに変わるってやっぱりすごいですよね、
あのなんかドレス着る方でもこう幅が出ると思いますね、うん、このドレス、うん、あとね、もう一つあるのはこのあれですよ、肩から胸にかけてのこのカーブですよね。これは今まであんまりないですよね、こういう感じね。でも、あ、でもうまいですね、うん、これね、あのこうなんとも言えない折り重なってる形の、うん、ね、うん、もうあれでしょ、説明書面もわかるでしょ、折り重なってる形のね、あれがね、そうそう、あれがね、うん、片側の手はその2つの間からこう出てるんで、その上のこう折り返しの部分のところがこうちょうど肩にかかってて、うんうん、2つの間からこう腕が出てるっていうか、ね、すごくこう自然に出てますね。はい、なんすかこれ、なんかあれじゃないですか、マミジュールさん、なんか今火ついてんじゃないですか、なんかがっつりと燃えたぎってんじゃないですか、なんかね、素敵ですね、創作意欲に、ねあ、そしてバイク便がまた届いてました、そう、おめでとうございます、おめでとうございます、これはでもいいね、これいいですね、これ、マトさん、お喜び、僕大好きですね、ねえ、うん、はい、じゃあ、このアシュラヤの説明させていただきます。はい、はい、アシュラヤとは、うん、シェルターを意味し、インドで貧困や遺棄、虐待に苦しんでいる子どもたち、うん、女性たちを保護し救済するために1982年に発足したチャリティー団体、うん、アシュラヤ、あ、ごめん、プリちゃん、インスティキュート、はい、インスティテュート、あ、読めた、アシュラヤインスティテュートの活動の、え、何これ、根幹を、はい、指しています、はい、ありがとう。インドの南部の、うん、バンガロールをベースに活動するこの団体は、今でも数多くの子どもたち、女性たちを救い、健康で健全な暮らしへと導く手助けをしてきました。今回のアシュラヤプロジェクトは、その活動に対する認知と支援を SL を通じて、あ、通じて、SL を通じて、さらに多くの人々に広めようと企画されました。うん。うん、あ、もう一回出てくる。このイベントでの売り上げは、100%、はい、アシュラヤインスティテュートに、寄付されることになっています。はい。はい、アズールを含む80ものファッションブランドが集い、ファッションショーや限定アイテムを含むファッションフェアが行われるほか、ライブコンサート、DJ イベント、アートエキスポ、パーティーにオークションと、6月4日までの1ヶ月間、様々な催しが会場で行われることになっています。ね、楽しみですね。これってあれなんですか、はい、このイベントって毎年あったんですか、初めて聞いたけど、あ、ガムさんのライブもあるんですか、あ、みたいですね、これで、あ、そうなんですか、あ、今年初めてじゃないかなって、ぜひ、うん、会場にお願いします、うんうんうん、あ、ね、ぜひぜひ、はい、なるほどね、うん、エリポンさんが私も着るのでマトさんも着ろよって、ね、全然ね、対象が違うでしょ、エリポンさん違うよね、おかしい、おかしいよね、それでエリポンさんが男性用とかだとした場合であればね、まあまじでその話がこう来たんであれば、あ、エリポンさんも着るんだ、でもね、俺はちょっと無理かなって話もできるんですよ、うん、エリポンさん思いっきり女性アップじゃないですかってことで、私も着るんでマトさんもとかって話になるんですよね、そうね、分かったとは言いにくいですよね、そこまでするなって全然違うから、ね、でもエリコンさん可愛いの必ず最後は笑顔なんですよね、そう、これで笑顔がなかったら大変なことになる、切ろよ、終わりでしょ、確かにね、そう、うちのスタッフでね、まあ、チャリティーだって、まあ、チャリティー分かりますよ、チャリティーですからね、応援しますよ僕もね、いろんな形でね、うん、はい、ということでこちら多分今年初めてのイベントなんだろうなっていう気がしますけども、このアシュラヤプロジェクトっていう、はい、あ、アシュラヤっていうのはこれ、うん、何なんですか、あのアシュラとは違うんですか、ア
白屋とはシェルターっていう意味らしい。あ、シェルターって意味だって言ってましたよね。へー、なんぞですよね。ね、面白いですね。サンスクリット語なんだ。へー、あー、アシュラ、男爵のアシュラはサンスクリット語じゃないですよね。あれはアシュラでしょ。あれはアシュラですよね。ヤーが出ますよね。アシュラヤ、アシュラヤ、そうですね、はい、なるほど。ということでこちらの方も、はい、ありますのでぜひ、うん、はい、楽しんでいただきたいですね、これ。そうですね、はい、6月4日まで1ヶ月間、うん、いろんなことがあるみたいですね。はい、さあ、そして、はい、そしてアシュラヤプロジェクトへのアズールの限定ドレスとして、はい、あ、引っかかりました。何をですか？プーラ、あ、プーラ、そう、さっきもプーラって出ましたね。はい、プーラ以外にも先ほどもご紹介しました、あ、タイラ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 の限定カラーバージョンが出品されます。はい、はい、あ、楽しみですね、これもね。これもいい色ですね、これすごいかっこいい、焼けた肌とかもほんといいですね。いいね、ちょっとドキドキしますね、なんか、うん、待て、このいや、いいです、いいです。はい、この連休のなんで笑われたんだろう。いや、今マミちゃんが、あ、バイク屋さん待ってって言ってるから、何なのかどうしたんだろう捕まえ損ねたのかそうか、まだあるよってことですね。はい、あ、え、これそう、これそうなの。うんうん、それがそうですよ、限定カラーですね。あ、書いてる、限定のやつだ。いいんですか、はい、これ僕もらって。え、限定もらってるんですか。限定来ました、今。あらら、ありがとうございます。マミさん、いやー、ありがとうございます。甘やかしすぎかも。なんで甘やかしすぎて。俺がおねだりしてるわけじゃないでしょ。さっきすごい反応があれだったから。ありがとうございます。ね、これすごい素敵なドレスですね。ねえ、ね、いい色ですね。うん、あ、ごめんなさい、話の腰をもんじゃって続けてください。はいはい、この連休の終わりの週末にアズール本店カルチャーショック2012アシュラヤプロジェクトとあちらこちらへ足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。うん、はい、ね、アシュラヤプロジェクトのオフィシャルブログもありますし、アズールさんの方のブログでも確認してみてください。はい、ね、ユーストリームでも、ね、チャリティーだからいいですよ、ね。そうね、着々となんかこう妄想癖を持った方がいろんなロゴを出しますけどね。本当だ。本当だ。話が膨らんでる。膨らんでますけど。そうね。今度マトさんの写真集見たいですって言ってる下にこう URL が出るとびっくりしますよね。俺の写真集あったのかなと思って今びっくりしますよね。違いますよね。これはアシュラプロジェクトのアシュラプロジェクトのあれですよね。URL だって。僕の写真集の URL じゃありませんから。もうちゃんと夏頃には写真家も予定抑えてます。わかんないんだけど、何のどこの写真家？すごいな。写真家も抑えてあるって。全然わかんないんですけど。もうどんどん進んでるんだプロジェクトが。いやいやいや。期待期待。ね、本当に、うん、チャリティーですから、これ皆さんぜひ。でね、あとね、本当にね、もう最近すごく思うんですけど、うん、あの SL の楽しみ方っていろいろあると思うんですけど、うん、日本人の方って往々にしてカジュアルがやっぱ多いじゃないですか。ああ、そうかもしれない、うん、大体見てるとそうなんですよ、うん、で多分ね、こうちょっと今までトライしてないところにトライしてみると、また新しい世界がこう広がってくるんじゃないかなっていう気はすごく最近してますね。うん、うん、でアズールのドレスってやっぱりあの世界中の女性が好きなドレスですから。そうですね、ま、それぐらいの品質のものをこう身にまとっていただくと、こうなんかね、こう、うん、女性としての喜びがまた出てくる、ね、そうね、気分も優雅になるしね。刻々と進行中、マトヤプロジェクトって何ですかそれ。進行中、もう分かんないですけどね。はい、うん、そうそうそう、というわけでアズールから続々と情報の方をお送りしましたけど、こちらの方ぜひですね、2つイベントの方がありますので、こちらの方ぜひ行ってみてください。そしてあの、新たにリリースするドレスもありますので、こちらの方ぜひ、はい、お手元に、ね、手にしてですね、来ていただきたいなと思います。来ていただきたいです、はい、なんかやりたいですね。ち
ドレスとかで。なんでそこで笑うの？なんか見たんじゃない？またなんか。違う違う。ドレスでなんかやりたいったらやることになってるよね。いやいや。あのね。え？どういうこと？また膨らんだんだじゃん。いや、違うよね。君たちはどうして僕の言葉を素直に聞けないのかしら。ほら、言ってるじゃないですか、ね。だからみんな言ってるわよ。わかったわかった。ドレスでイベントって言えば、ね、ドレストマト。わかったわかった。これはね、本当にめったに言わないことだけど、僕はもう MC 陣二人にだけ言ってんじゃなくて、これを見てる皆さんに言ってますからね、今ね。なんで僕の言ってることを素直に聞けないんですか。だから、ドレスを、こう、皆さんがドレスを着て何かができるような何かをやりましょうかって話ですよ。でもみんな本当に踊れるようなところとかっていいんじゃないですか。うん、だからその踊れるようなところみたいなところがあんまないじゃないですか。その日本の中とかでも結構少ないでしょ。海外にはたくさんありますけど、うん、海外にはこうやっぱり踏み込むのがこう一歩こう足が遠のいてしまうような方もいらっしゃると思うんですよね。そう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 ね、うん、まあ言わなきゃよかった今。そうね。このタイミングで言ったらみんな考えること同じですよ。そうそうそう。というわけで、以上アズールからのお知らせでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか素敵なドレスでしたね。本当素敵なドレスで、うん、気持ちいいですよね。そうですね、うんうん、ちゃんとね、マツさん、ユーストの方でもね、マミさんご自身もそうおっしゃってるんですからね。私たちだけの妄想とかじゃないですか、ね、ちょっとまずい、うん、俺まずいことやっちゃったかも、うん、俺セット壊しちゃったかもしれない。え、本当？ちょっと待って、あのね、え、ユーコが出たままで俺閉めてボタン2回か3回押しちゃったんだよね。あ、本当だ、ユーちゃん出たままだ。ちょっと待ってね、ちょっと待っててよ、どこで。あらら、ちょっと待っててね、うん、あらら、あ、戻った。いいんじゃない？いいんじゃない？大丈夫ですかね。ああ、よかった、よかった。よかった、よかった。焦った。うん、ゆうちゃん一番焦った。はいはいはい。僕も焦りましたね。はい。さあ、いらっしゃる方、こんばんは。こんばんは。さあ、それでは行きましょう。次の情報です。アドから来た方に、あ、出ましたね。はい。さあ、それでは行きましょう。次の情報です。そのね、それでは続きましてのお知らせスポンサーはこちらでございます。キャンディーネイル。はい。さあ、それでは行きましょう。キャンディーネイルからのお知らせです。それではどうぞ。はい、キャンディーネイルから特別な日のための贈り物向けとして作られております、うん、プレミアムシリーズの発売直前の新作をご紹介します、うん、はい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 。まもなく発売予定のこちらの新作の名前は、うん、ブリリアント、ブリリアント、ブリリアント、はい、ブリリアント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 でネイルと指輪につながるラッフルのグローブ、同じラッフルのリストバンド、ピアス、そしてチョーカーのすべてが詰め合わされたセット商品です。あ、これすごいわ、うん、すごい。いいね。いいね、うんうんうん、あー、なるほどね。で、ベーシックなネイルデザインに、はい、今流行のたっぷりのラッフルで手元をボリュームアップ、うん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 、嬉しいですよね、うん、ラウンドブリリアントカットのダイヤと、うん、マーキーズブリリアントカットのカラーストーンを組み合わせたチョーカーとピアスも豪華で、すべ、うんうん、てつければブリリアントの名前にふさわしい贅沢さです。なるほどね、すごいですよね。なんちゃらブリリアントカットってありますもんね。はい、よくテレビでラウンドブリリアントカットですね。ラウンドブリリアントカットですね、はい、思い出ありますか、松さん。ブリリアントカットですか。はい。今わざわざ言ってるから。いや、ないです。あ、そうですか。なんだその振りは。なんですかこれ。もちろんネイルだけ、指輪とグローブだけといった付け方も可能なので、うん、コーディネートの幅も広がります。こちらでどなたかモデルさんがしてくださってるのかな。あ、これですか。これはつけてるでしょ。さあ、アンジェスね。はい、行かせていただきたいと思います。
それでは早速実物見ていただきましょう。リオネモデルのアンジェさんが、はい、今日はアンジェさんでよろしくお願いします。アンジェさんは登場でございます。あ、開いた、よかった、壊しちゃおうと思ってますさあ登場です。わーかっこいい。あーこれね、こういう感じになってんのね。あれはラッフルってやつですね。あ、なるほど。おー、すごい。あー、かわいい。これはいいですね。ねえ、ガフワって感じね。キャンディーネイルの、うん、こうバリエーションみたいなもの最近どんどんこう膨らんできてますよね。うんうんうん、いろんな形にこうなってきますよね。ね、すごい素敵。あ、こちらのねカラー展開なんですけれども、はい、ブルー、ブラック、はい、ピンク、はい、ゴールド、はい、レッド、ホワイトっていう6色展開だそうですよ。あ、なるほどね。うん、あとね自分使い用のコピーかトランス不可なものと、うん、あとはギフトにできるコピー不可でトランス可という2タイプ、2タイプスがご用意されています。あ、いいですねこれね。ですよね、トランス化なんてね、大切な方への特別なプレゼント、ね、あー、いいですね、そういうのね、またね、ご自分使い用のお求めになるときはご自分へのプレゼントとして、そうか、そうですね。なんですか、ね、その なんですか、そのディレクターのそのチャットは何ですかそれそういうの書いていいんですか、ちょっぴりだけ予告的な、ちょっぴりだけ予告かなって、ネタバレじゃないですか、ね、うん、あのスタジオにね来てくださってる方にちょっとネタバレしてるぞっていう、うん、そんな感じ。そうなんですか、マジですか、ちょっとでもそういうの嬉しいね、うん、これはもう男性はプレゼントに、女性はもう自らのね、そうですよね、ここですよね、近日発売予定です、どうぞお楽しみにということですよ。あ、いいですね、あのね、全色セットだと1セット500リンデンドルだそうですよ。すごいね。で、うち。あ、そうなんだ。500リンデンドル。これ、常に販売になった、発売されたそうです。あ、これも販売されたってことですね。はい、はい、先ほどご連絡いただいたそうですので、はい、皆さんも、はい、発売されていますよ。発売されていますよ。番組終わったら行ってみてくださいね。いいですね、でもね、これね。うん。はいはいはい、はい。ね、あ、これあれですよね。こういう、こう、こういう感じの装いだと、こう、アズールのドレスとかでもね、うん、あったりしますからね。そう。ああ。いいですね、なんか、こう、エレガントな感じというか。ドレッシーね、エレガント、ドレッシー、セクシーって感じで素敵ですよ、うん、いいじゃないですか、ね、まあ、最近キャンディーネイルの動きがすごくこうアクティブなんで、うん、それもこういろんな方向にこう行ってるじゃないですか、うん、なんかすごいですよね、出されるものが楽しみですよね。そうですね、今度何出すのかなとかと思っちゃいましたね、思いますね、なるほど、うん、これをワッフルというふうに初めて聞きます。いやいや、ラッフルですからね。え、ラッフルですか。え、ラッフルですよ。誰ですか、さっきワッフル美味しいって言ったの。あのそれはワッフルは美味しいです。あ、ワッフル美味しいですね。ワッフル美味しいです。ラッフルですか。ラッフルです。もうずっとワッフルだと思って、ヨヨさんがワッフル美味しいとか、ワッフル美味しいんだ、ちゃんとラッフル、ワッフルってこっから来たのかなとかいろんなこと考えたんですけど、違いますね。ラッフルですね。ラッフルです。あ、なるほどね。はい、これでもぜひこちらも発売になりましたんで、購入してみてください。これもいろんなこうお洋服ドレスとこう ね、合いますよね。はい、コーディネートして着ていただいて、つけていただければいいかなと思います。はい、はい、ぜひお店の方に足を運んでみてください。そうですね、自分使いのコピーかトランス不可、そしてギフトのできるコピー不可トランス不可、はい、2タイプかあるそうですので、はい、ぜひお買い求めください。はい、ということで以上キャンディーネイルからのお知らせでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
よこさん、こんばんは。いいですね、うん、なんかね、こういう感じの作品がどんどん出てくるっていうのは、うんうんうん、ね、ですね。毎回思うんですけど、日本人のクリエイターさんって本当にあれですよね、こうクオリティが高いものを作りますよね。はい、高くてお値段も適当なんですよ。さあ、それでは行きましょう。続きましての情報でございます。続きましてはこちら、ジャバラランドイベント情報。さあ、それではジャバラランドからの情報です。それではよろしく。はい、ジャバラランドにありますちょっと楽しい施設のご案内です。はい、はい、ジャバラランドのお隣にあるジャバラランドアトランティスの上空300メートルにかなり大きなホロデッキが設置されています。はい、はい、ホロデッキとはごく簡単に言うと仮想空間を作り出すシステムのことです。うん、限られた土地の中で自由に気に入った空間を瞬時に作り出せるとしたら面白いと思いませんか。はい、うん、はい、ホロデッキのシステムは大きく分けると、周りをスクリーンで囲って画像で別の空間を感じさせるものと、うん、実際のプリムで作られている建物、はい、施設などが出てくるもの、うんうん、この2種類があり、ジャバラランドアトランティスにはその両方のシステムが設置されています、うんうんうん、はい、周りをスクーンで囲うシステムはバーチャルリアリティルーム VRR というもので、うん、設置してあるたくさんのパネルの中から気に入ったものをクリックすると、はい、宇宙空間や大自然、うん、都市の風景、うん、豪華な宮殿の中、うん、といった景色が周りのスクリーンに360度映し出され、うん、あたかもその場所にいるような感覚が味わえます。はいはいはい、はい、そしてもう一つの実際のプリムで作られている施設が出てくるものは、うん、パラダイスモーフ、はいはい、VRR と同じ場所に設置してあります、うんうんはい、こちらはモーフをタッチしてメニューからシーンを選ぶと様々な施設が出てきます、うんうんうんはい、施設の中には実際に座ることもできますし、ボールに座ると泳ぐことができたりするものもあります。いいですね、はい、パラダイスモーフはジャバラランドシムの中央にも設置されていますので、そちらにもぜひご利用ください。うん、うん、一人でのんびりとお友達と賑やかに、そして大切な人と二人でお気に入りの空間で様々な時間を過ごしてみてください。はい、はい、また SS を撮られる時の背景としての活用もおすすめです。うん、で、ホロデッキはいつでも無料でご利用できますので、ぜひ遊びに来てくださいねということです。うん、まだこちら行ってない方いらっしゃいましたら、ぜひね、行って体験してみていただきたいですね。そうですよね。あ、そうそう、マリンちゃんがね、行ってきたみたいくって、はいはい、ね、マリンちゃんブログで書いてましたよね。SS 撮ってましたもんね。うん、すごかった。とても、うん、いい感じに、アズールのドレス着てブログで撮って、載せてましたよ。あ、なるほどね。うん。いいですね。はい、とっても綺麗な SS になってました。こういうのは SL ならではですからね。はい。ぜひ。うんうんうん、体験してもらいたいですね。そうですね。はい、SL なんか結構、写真が好きな方いらっしゃいますからね。うん、はい。そういうことをぜひ。そうですね。はい、場所の方は、うん、SLURL は番組終了後、更新予定の空豆ブログ内と、うん、空豆ブログ内の SLTV 公式ブログにてご確認いただけますので、うん、チェックしてみ、足を運んでみてください。ね、はい、今のヨヨさんの録画見なかったことにします。ね、そうですね。うん、なるほど。でもこちらぜひ、行ってみてください。楽しめると思います。はい、楽しめると思いますね。はい、今のおこげさんの録画見なかったことにしますからね。はい
全部見なかったかもしれない。なるほどね、はいはい、これ皆さんこれユーサの方ってあの全然調子大丈夫ですか？僕なんかねチャットエラーが出てるんですよね。なんでだろう、ユーサ。そうなんですね、はい、もう一回開き直そう。というわけで、ジャバルランドからこちらホロデッキの方のお知らせでございます。もしまだ行ってない方いらっしゃいましたらぜひ体感してみてください。というわけで以上ジャバルランドイベント情報でした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか言うと調子が悪そうな感じがちょっと見えますね。ちょっと見えますね。さあそれでは試しにですね、皆さんに聞こえてるかどうか確かめたいと思いますので、それでは私が喋ってるこの声が聞こえてる方は数字の8を打ってください。ローカルチャット、はい。大丈夫ですかね。お二人大丈夫ですか？チャットの方見えますか？見えます。ユーストリームの方の、ユーストリーム見えてますよ。あ、よかったです。今は音平気ですって言われました。あ、なるほどね。はい、その前に、心がそろそろビリビリ来そうっていう。そうそう。あ、そうですね。心さん今のうちにあれなんじゃないですか。ちょっとあの今ね、TWK ウェブさんのそれ見て私今切り返しましたよ。あ、そうですね。鋭い、うん。どうもありがとう。視聴者の皆さんと共に作っていくこの番組ね、ありがとうございます。ありがとうございます。本当だと思って切り替えました。ありがとうございます。さあそれでは次の情報です。それではこちら行ってみましょうか。続きましてはこちら、グラスプ。さあそれではグラスプからの情報になります。それではよろしく。グラスプから待望の新作アイテム、はい、小悪魔フーディーがリリースされています。ほうほう、小悪魔フーディー、うん、フーディー、フードのフーディー、はいはい、フーディー、フーディー、小悪魔フーディー、はいはい、がリリースされています。ヒョウ柄をベースにしたブラック、イエロー、ブルー、ピンク、パープル、レッドの5色、うん、5色展開で各380リンデンドルです、うんうんうん、全色が入ったファットパックが1370リンデンドルになっています。フードについた小さな角と、うん、背中に生えた小さな黒い翼が小悪魔の証です、うん、あーなるほどね。おー、なるほどね。小悪魔の証なわけですよ、うん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 、はい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 ゆうさんのちょっと見なかったことにするね。こちらはメッシュの商品になっておりますのでサイズ調整などが一切できません、うんうん、S、M、L の3サイズ3サイズが同梱となっておりますが、はい、体に合わせられるかどうか、はい、必ずご購入前にデモで確認をなさってください、うんうんね、メッシュのね、なるほどね、うん、今ディレクターが着てるのもそうなんですね。あ、そうなんだ。うん、かわいい。あ、ちっちゃいよね、かわいいね。あ、ほんとにちっちゃい、かわいい、ね、はい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 、かわいい、かわいい、ピューピーちゃんみたい、かわいい、うん、なるほどね、ね、かわいいね、こうなってるわけね、うん、かわいい、かわいい、いいですね、ヒョウ柄なんだね、ほんとだ、ヒョウ柄ベースになってるんだね。ねえ、うんうん、あ、マミさんもこれ良かったよって、コメントの方で、うん、いよいよグラスもメッシュのラインナップが出てきます。ねえ、あ、なんだ、モニター暗くなったな。ん？え？モニター落ちた？うん、うん、見えてますよ。あ、落ちました。暗くなりました。少々お待ちくださいね。あ、本当だ。はい。ねえ、はい。なんだこれ。あ、クラッシュしたみたいですね。そう、リピートベイト。なんだこの画像は。あ、かわいい。なんだこの緊張感のないこの。かわいいね。いや、気持ちが和らぐ。あ、そう。うん、ほんと。待っちゃおうっていう気がする。あ、待っちゃおうって気になるのね。うん、あ、待っちゃおうってなるのね。うん、なるほどね。なるほどね。はいはいはい、ね。音声のみは届いてると思いますけど。はい。最近メッシュの服がこうだんだん増えてきてまして。はい。で、グラスも良いよっていう感じなんですけども、うん、この、やっぱりこのフード系のものとかそういうのってこう、メッシュにはすごく、こう今まで結構表現できなかったのができてるみたいな、いいですよね。そうですよね、うん、体に馴染むからね。はいはい、うん、なるほどね。まあ今、小悪魔的な、こうね、この今回の
商品ご紹介しようと思ってるんですけど、画像の方が落ちてますかね、映像の方がね。そうですね、ピーちゃんが頑張ってますね、画像でね。お待ちいただければいいと思いますけど。はい。これどうなんですか、ちょっと試しにちょっと聞いてみたいんですけども、会場の皆さん、そしてユースリムの皆さんにちょっとお伺いしたいんですけども、メッシュの服をすでに今持っているという方は持っている、持ってないという方は持ってない、ちょっとチャットの方で打ってみてくださいね。どうなんですかね。持ってます、持ってます。 どんな具合なんですかね今ってね。みんな一つぐらいはお試しで、ね、いや、どうなんですか、ね、やってるんじゃない。あ、テンポイントさん持ってないね。持ってない、持ってない。ガズムちゃんも持ってないね。エリポンさんは持ってる。持ってない。ランポさん持ってます。ナミさん持ってる。はんはんはん。メッシュがわからないね。そうね、メッシュがわからない。多分ないですってなるね。PWK ウェブさん持ってません。ティッシュだったら知ってますね。メッシュじゃないとティッシュだったらね。メッシュじゃないティッシュ。そうね。あれですよ、東さん、ここまだ歌丸のコーナーじゃないですからね。そんなひねりはいらないんですよ。知ってる。飛行機なら持ってない。あ、そっか、持ってる。あ、なるほど。メッシュ飛行機ね。半々ぐらいですかね。ちなみにですね、まだ映像が戻ってないんで、ちょっと本当に個人的なお話申し訳ないんですけども、はい、ちょっと疑問というか個人的な興味で聞くんですけどね、皆さんビュアって何のビュアを使ってるのか教えてほしいんですけど、あと、まあ、V2、V1、V3 あると思いますけど、ちょっとこう今使ってる皆さんのビュアを教えてもらえるんですかね。どうなんですかね。産経ですね。産経。はいはい。ビワだって。ビワじゃねえよね。ビワだよね。よってね。フェニックス。フェニックス。はい。ああ。え、四ってあんの今。四？ああ。ファイアストーム。正式版の3、リンジャーの普通にダウンロードできるビューアーです、うん、もう皆さんあれなんですかね、メッシュ見えるんですかね。皆さんここにいる方でメッシュ見えませんっていう、3を使ってない方は見えない方もいますよね。ああ、1週間前まで公式 V2 だった、今はファイアストームの4だね、うん、私の使ってるキャッツニップって使ってる方はいらっしゃらないですね、なかなか。スーパーファイブさんが今はあのメッシュがまだ見えないよね。なるほどね。あ、ドットさん見れるようになったんですか。僕見れるようになったんですよ、この間パソコンクラッシュして。あー、そうかそうか、はい、メッシュの車とか乗ってますもんね。そうですね。さあ、映像の方が戻りました。さあ、こちらですけども、はい、グラス君も、はい、こちら、うん、小悪魔フーディー。フーディー。はい。これは全6色になるんですね。かわいいフーディーね。5色です。え、5色ですか。はい。僕には6色に見えるんですけど。本当ね、5色展開って書いてあるけど。6色じゃないですか。あの映像には。ブラック、イエロー、ブルー、ピンク、パープル、レッド。あ、6色ですよ。ねえねえ。それはあれですか、やっぱりブラック、イエローとか、なんかルーとか言わなきゃいけない。いや、ちょっと読んで。でも。ブラック、イエロー、ブルーとか。じゃない。その方が疲れるし。ね、疲れるし。トリオネは自然に出ちゃうね。あ、自然に出ちゃうんですね。6、6色ですね。6色だけど5色って書いてあってたごめんなさい。6色なんですね。はい。はい。そうですね。なるほどね。こちら、メッシュの商品になっていますけど、さっきより途中までなってませんけど、大丈夫でした？説明。あとはですね、はい、グループギフトのお知らせがあるんですよ。ああ、うん、その前に、じゃあこちら、今あの、もう一度、デモの方っていうか、先ほどディレクターがしてるのをもう一度映してもらいますかね。そうですね、はい、ディレクターがですね今こちらの方の、小悪魔フーディーを着てますので、そちらの方ちょっと見てみましょうか。背中に羽があるっていうのがこれ分かんないかもしれないんで、これディレクターこう立ち上がることできますかね。チェックとかでもちゃんとアップになってるから見えるかな、うんうん、見えますかね。どうですかね。そう、見えた。ここで今ディレクターに立ち上がるっていうのはその酷なことですかね。やめ、うん、あ、立ち上がりましたね。おお、はい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 、後ろこんな感じに
ね、こうちっちゃい羽がついてるんです、ね、うん、うん、ちょっと見えづらいかもしれない。見えますよね、これね。うん、あー、見えました、見えました。かわいい。こんな感じですよね。うん、こんな感じの羽がついてて、頭にはこう角ですか。そうですね、はい、ね、こう、はい、ついてるわけです。小悪魔なわけです。あ、かわいい、ね、ちっちゃい角と、はいはいはい、はい、ちっちゃい角ですね。縦へ立つんだ、フォーって何なんとかレンジャーみたいだ。あ、でもいいですね。はい、はい、必ずお試しになってからっていうことですね。そうね、 SML ですね、はい、合わせて自分のアバター調節してもいいですしね。うんうんうん、うん、はい、さあ、あ、そしてグループギフトがあるんですね。はい、じゃグループギフトに出していきますね、はい、うん、またグラスプからはグループギフトも新しく出されています、はい、こちらもメッシュのシルバーリリーリングです、うんうんうん、5つ目のユニセックスリングになります。お、はい、グラスプ本店内にあります看板よりグループタイトルをアクティブにした上でタッチで受け取りください、うんうん、はい、リリーリング、なんかココさん喋ってますか。うん、かわいいって言ったんですけど、ごめんなさい、一人ごとになりました。はい、すいません。これいいですよね。うん、かわいい、かわいいね。うん、ごつい、ごついのかわいいね。これリアルで僕普通に好きですよ、これ。あー、なるほどね。うん、うん、うん、あー、いいですね。うん、私もシルバーが好きなんで、はいはいはい、色の系統は、はい、いいですね。確かにリアルでもしたい感じですよね。うん、こういうの好きな方はどうかね。リアルではないんじゃないですかね。うん、うん、リアルで指輪をしてる方とかこうどうなんですかね。男性の方とか女性の方とか必ず、じゃあリアルで指輪してますっていう方はしてる、しないってことはしない。今日はもう非常に私の興味本位な感じで番組をやってるんですけど、どうなんだろう。してない、してない、してない、してます、してない、服による。ああ、なるほどね。してない、してない、ごく稀になるわね。指の邪魔になる。指の邪魔になる。金属アレルギー。あ、アレルギーかわいそう。金属アレルギーでもあれですよね。もう素敵な金属アレルギーの方いらっしゃいますよね。素敵な、あー、金しかできない、プラチナしかできない。そう、プラチナしかできないっていう方はもうあれですよね。もう、あれですよ、そういう時はキムちゃん、金属アレルギー。って言ってもプラチナだけは大丈夫って言ってプラチナのねいただいて、あ、今なら金でもいいかもしれないですね。そうですね、ちょっとね売っていただくとかね。いろいろあると思います。なるほどなるほど。そう、こちらの方グループギフトですからね。うん、こんなクオリティ高い指輪がグループギフトになるっていうのは素敵ですけどね。ぜひこちらの方グラスのグループに入ってですね、はい、こちらも手にしてください。5つ目のユニセックスのリングになります。はい、さあ、ということでグラスプ本店内にありますので、ぜひ、グループタイプをアクティブにしてこちらを受け取ってください。はい、ということで以上グラスプからのお知らせでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんかあれですね、こう SL の中のこうものづくりというか、そういうのも少しずついろんな変化をこう見せていけるから、どんな風になっていくのか楽しみですよね。あ、飯とかもできるし、うん、はい、そうですね。先ほど金属アレルギーの話をしたら、その金属アレルギーだって書いた金ちゃんが金のマンカップでって言ってましたね。全然意味は分かりませんけどね。はい、かわいい。ということで、さあ、それでは次の情報いきましょう。続きましてはこちらです。サイヤ、いきましょう、いきましょう。
さあそれでは続きましての情報はこちらでございます。新ボーダーズインテグレートアソシエーションサイヤ、こちらからの情報になります。それではよろしく。はい、サイヤからは、はい、パソコンの募集をしています。あ、もう先週グダグダだったやつね。グダグダだったんですけど、ブログでちゃんと上げましたので、はいはい、はい、見てね、見てね。じゃあ詳細をね、ちょっと、うん、でちょっと詳細を、あ、ごめん、ひょっとしたら今詳細言うつもりじゃなかったのに、俺がじゃあ詳細をって言って、うん、あの言う準備今整えました。整えましたね、はい、整いました、整いました、整いました。はい、ただいま受付中です。うん、うん、一応締め切りは5月の10日になってます。はい、はい、それで、このフォトコンに参加していただくための1個だけのお約束、はい、一番守っていただきたいっていうか、ご協力お願いしたいのが、一個しかないからそれ一番だよね。一個しかないよ。一個しかないからね。一個しかないよ。ビートックスのシムボードが SS のどこかに映っていることだけです。はい。シムボード持っていない人は、うん、サイヤの方にもフリーのベーシックボードをご用意しておりますので、はいはい、ぜひもらいに来てください。うん、はい。うん。ショップにって映ってるなどでもか、あー、はい、え、あー、はい、だって、いやいやいや、え、うん、どこかに映ってるのが OK ですよ。何でも OK ですよ、はい、そうそう、ボードと自分っていう感じなので、ちらっと映ってるだけでも全然 OK なので、はい、ぜひいろんな方にご参加いただきたいと思ってますので、試しに出してみてください。まあだからボードと自分とか自分も映ってなくてもいいわけでしょ。だから私も今そこ突っ込もうと思った。そうですよね、自分っていう規制ないですから、縛りしなくて、ない、ない、自分やってもいいですから。そうそうそう、うん、風景の中にボードがちょろっとボードあればいいですよね、うん、そうです、もちろん自分映ってもいいですよ、映ってる、そう、自分もいてもいいし、友達映ってもいいし、友達でもいいですよ、はい、いっぱいでもいいですよ、ピーちゃんとかでもいいし、うん、ね、OK です。はい、ただし今ルールが変更されたのでびっくりしましたけど、ごめんなさい、あれなんて、もう買えません。はい。はい、でも、全裸は、ごめんなさい。ダメです。はい。ダメですね。ダメです。でも、色っぽいのとかも、もう楽しみになってますので、はい、はい。ぜひぜひよろしくお願いします。そうね。はい。そして、作品のテクスチャーは、オブジェクトに貼って送っていただきたいので、よろしくお願いします。オブジェクトはフルパーでお願いします。あ、そういう風になったわけね。そうなんだ。ほう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 。なるほど、なるほど。うん。それで、オブジェクトのサイズは、X は4。4でわかります？はい、4メーター。4メーター。で、Y は 0.2 メーター。で、Z は3メーターでお願いします。はい。はい。そして、送ってくださるオブジェクト名は、作品のタイトルと、あなたの正式 SL 名をつけてください。はい、はい、もう送っていただいてますよ。皆さんどんどんお待ちしてます。うん、お待ちしてます。はい、これあれなんですか、変な話、フォトコンとかでこうやってオブジェクトに貼って送るっていうのはあるんですか？結構ね、失敗ないんですよ。その撮られた方の、うん、SL の中のテクスチャーって変わっちゃうじゃないですか。ああ、そうね。そういう失敗がないので、必ずその表現されたい通りに表現したまま、うんうん、ですよね。で見ることができますので、っていうことです。確実かな、はい、ということなので、ね、はい、はい、これってどうなんだろうっていうのがあると困るので、あ、なるほど ね、はい、勝手にいじるとちょっと勝手にいじっても、え、違うのにっていう、うんうん、ありますね、それね。そうそうそう、はい、だからそういうね、ズレがないようにしたいので、うんうんうん、はい、はい、そうです。そして、うん、送り先はね、うん、送り先はサイヤスタッフのハートイレイター心か、クリちゃん、クリオネクラリーに送ってください。はい、すいません、ちょっとすっごい素朴な質問していいですか？はい。はい。心さんの下の名前なんて読むんですか？イレイター。イレイターさんなんですか？そうですよ。心、ハートイレイターさんなんですか、あなた？そうなんですよ。イラタさんでもいいかもしれない。イラタじゃないですよ。イラタさんじゃないんですか？イラタじゃないです。あ、てか、ココロさんはハートさんなんですよね。そうなんですよ。そうですよね。ね、今さ、何ですか。いや、下の名前とか聞いたの今、すごい初めてだったような気がしたんで。あ、そうなんですか。そうそうそう。あ、まあ、いいですけどね、別に、ね。すごい、しょんぼりしなくてもいいとか言ってました。今さ
とかもそうですけど、そして、詳しくは、そら豆ブログ内のサイヤ公式ブログにまた載せてありますので、そちらで確認しながら、ぜひぜひご応募、じゃない、ご参加ください。お待ちしてます。はい。待ってます。はい。フォトコンです。フォトコンです。はい。どんどん面白い写真送ってね。そうだよね。一応、優秀賞とかそういうのも考えてるもんね。うん、まあ賞とか考えないなかったらコンテストじゃないかな、ね、うん、まだそこら辺載せてないけど、ね、そうよね、いろいろなんか考えてそう、いろんなの見たい、来てて遊ぼうよってことでね、うん、うんうん、あ、ごめん、私もイラタさんだと思ってたっていう、ね、イライラしそうだね、イラタさん、ね、ちなみにちょっとこれお伺いしたんですけど、この今あのスクリーンに映ってるこのポップなんですけど、はい、こちら北海水産の方、そうですね、北海水産の誰ですか、これ風呂に入ってるの、これ東京さん、風呂に入ってるの、これ風呂に入ってるの東京さんなの、東京さん仕事忙しくて今お休みしてるのに、なんだいこれ、風呂に入ってるのかい、よくさらってなんか暇そうだよね、これこれ東京さんなの、髪の毛の色も変わったね、そうそう、へー、これ東京さんだったんだ、東京さん、はー、なるほどね、トコさんもなんだかね、風呂とかに入っちゃってね、これちょっと。そうそうそう。お色気ムンムンな感じになったんですよね。そうですね。わかりました。というわけで、はい、シムボーダーズインテグレーターアソシエーションサイヤーからフォトコンのお知らせでした。ありがとうございました。ありがとうございました。待ちてます。さあ、ここで後からいらっしゃる方もいらっしゃるんで、歌丸の方の お題の方だけもう一度出したいと思います。目指せ歌丸のお題はこちらでございます。本日の目指せ歌丸のお題、五四五の最初と最後に、あ、最初最後にじゃない、最初か最後に、ごめんなさいをつけていただく、ごめんなさい川柳でございます。よろしいでしょうか。ごめんなさいをつけていただいた川柳を作って応募してください。応募の方法は、現地観覧席にいる皆さんは、こちら今出ましたけれども SLTV のスタッフが出しました投稿フォームの URL、 こちらをクリックしてこちらから送ってください。ごめんなさいを入れた川柳です。575、最初の5でもいいです、後の5でもどちらでもいいです。どちらかにごめんなさいを入れて川柳を送ってください。よろしくお願いします。もう少ししたら皆さんの作品を発表しますので、その間に送っておいてくださいね。さあ、それでは行きましょう。続きましてのオフィシャルスポンサーインフォメーションはこちらでございます。エリア86、はい、さあ、それでは行きましょう。エリア86からのお知らせになります。それではどうぞ。はい、エリア86より新作のフリーの銃配布開始のお知らせです。おう、フリーの銃、エリア86、そう、フリー、うん、実はいただいちゃったよ。何エリア86のコンバットゾーンがありますエリア 86MSIM の到着地点にてフリーの銃やコンバットスーツを配布していますが、そこで新作の357マグナムのロングバーレル、ショートバーレルが配布開始になっています、うんうん、ちょうどこれ出てる場所ですね、うんうんうん、はい、でロングバーレルっていうのは太ももにつくホルスター、ロングバーレルですね、あ、ロングバーレルね、うん、なんか違うこと言っちゃったかしら、バーレルですね、バーレル、ロングバーレル、ロングバーレルは太ももにつくホルスター、うん、右だけあるいは両方に装着して同梱のハドのボタン操作でホルスターからマグナムを抜いて構えるアクション、はい、銃弾を再装填するリロードアクションのアニメが発動します、うんうん、発射はマウスルックから、うん、ハドからは他にも様々な設定変更が可能です、うんうんうん、かっこいいんですよこれが、これが、うん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 、ね、女性用サイズ男性用サイズが同梱になっていますので、シェイプに合わせて選んでくださいね。はい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 、はい、でショートバレルの方はショルダーホルスター、同じく右だけもしくは両手の装着ができるようになっています。あー、いいですね。ね、これね、
ショルダーホルスターってこう質のいいのがないんですけど、これいいですよね。かっこいいんですよ。かっこいいですね。うん、腕を胸の前でクロスするようにしてホルスターから銃を抜くアクション。はいはいはい。うん、でリロードアクションもこちらもかっこよさ満点なんですよ。で同じく発射はマウスルックからどうぞってことですね。あ、いいですね。これね、私でもね、かっこよくできたよ。ね、ちょっと待ってください。言ってきたもんね。ちょっと待ってください。すいません。バイク便が届いたんですけど。すごいバイク便。バイク便届きましたよ。すごいな。すごい。すごいすごい。あ、続けてください続けてください。はい、はい、でショルダーホルスターはこちらも大小が同梱になっていますが、はい、編集でサイズ調整をしたりしてかっこよく合わせてみてくださいね。ね、なるほどね。今ディレクターがね、デモンストレーション。かっこいい、かっこいいね。これはあれですか。そう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 、かっこいい。はあ、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 ごめんなさいよ。うん、はいはい、いいですいいです。ちょっと見とれちゃいましたよ。はいはいはい、うん、実際のコンバットでも使えるんですけれどもね、うん、コンバットはうまくできないけど、うん、格好には憧れちゃうっていうようなね方にね、あの SS 撮影用のアクセサリーとしてもいかがでしょうか、うん、なんといってもフリーですよ、うん、すごいクオリティ高いです。ぜひエリア 86M シミへ足を運んでみてください。あー、これはなんかあれですね、いいですね。今バンバン打ってますね、うちのディレクターが。うん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 。ちょディレクター、ちょっとそこ銃をアップにしてもらっていいですか。その今構えてるその状態でいいんで、ちょっと銃をアップに移してもらっていいです。あー、これ無料？そうそう、無料配布、無料なものでね、クオリティの高いのがあそこいっぱいね、到着地点に置いてあるんですよ、ね、それをね、そう全部に近くもらっちゃったぞみたいなね。あ、かっこいいよね。キミちゃんもね連れてってね、一緒にねもらっちゃったんですよ。そうそう、昨日もらったよ ね、うん、大喜びだよ。そう、なるほどね。ね、うん、音もすごいいいもんね。すごい。そのまま、マグナム。生録音ですよって、音が。あ、うんうん、そうなんだ。うん。ねえ、そうそう、マトさんの内入りですよって。そうなんですよ。バイク便の。そうなんですよ。入れてくれるんですよ。え、名前が入る？入れていただいちゃいました。そう、心も入れていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。へー、これちょっと僕、ね、僕ちょっとつけてるんで。うんうんうん。そう、ラバーグリップ。ああ、もちさん、ラバーグリップ。はい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 。ねえ。ああ、これですね。うんうん。ちょっとすいませんよ。もう、あの、前回のね、うん、SSOC の走行車に続き、もう、番組で乱射をしまくってる俺、最近イメージが強いです。おお、すごい。あ、これ音すごいですね。そう、音がいい。本物の音っていうことでね、ね、録音させてもらったの。すごいです。すごい。そうか、名前入りっていう手があるだっけ。え、何が？マミさんが。名前入りドレスだ。あ、それ名前入りドレスって何ですか？名前を刺繍するってことですか？おかしすぎる。これ、なんか音とか入ってたらウケるよね。これフリーなんだ。そう、いや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 、ね、あのね、フリーのね銃はね、メッシュとかね、うん、置いてあるんですよ。そこ行くと、これ以外にも。あ、なるほどね、うん、これすごいですね。これフリーですから、ぜひもらった方がいいですよ。うん、皆さんぜひぜひ、いただいたら方がいいですよ。そうですね、うん、みんなで打ち合いしましょうよ。そうね、あの、気持ちよかったですね。昨日、うん、昨日ね、なんか試し打ちしてみますかとかって言って。あー、なるほどね、うん、すごい気持ちよかった。最近あれなんですよね、
あのちょっと、まあ、来週分かると思うんですけども、そのね、まあ、来週皆さんも分かると思うんですけど、はい、うん、最近僕たちあのエリア86とか SSOC とかにちょっと最近ちょっとお世話になってるんで、いろいろと。そうですね。確かにね。最近いろいろとお世話になってるんで、ね、最近なんかあのこの NHK2 人もなんかこう、なんか、なんでしょうね、ストレスが溜まってるのか、こう銃を撃つことになんかこう。そうですね、覚えちゃってね、こうね、そうそうそう、確かにね、はい、やっぱりね、この辺はこれいいと思いますよ。ぜひあの楽しんでいただいて、はい、うん、そうですね、そうですね、はい、うん、さあ、というわけで、こちらフリー配布ですから。そうですよ、フリー配布ですよ。あ、ぜひこちら楽しんでみてください。はい、これどこでもらえるんですか。あの到着ポイントですよ、ランディングポイント、うん、そうそうそう、あ、ランディングポイントでもらえるんですね。はい、はい、なるほど。さっき、はい、うん、なんですか、お写真が出てましたけど、あ、こちらですね、もう一度こちら見ていただけるんですけど、うん、フリーガンって書いてますからね。はい、はい、こちらの方ぜひ、うん、もらっちゃってください。はい、はい、というわけでエリア86から、あ、フリーの銃です。これ実際のコンバットでも使えるフランシュで、はい、はい、まずはこちらでね、こう楽しんでいただけたらいいかなと、はい、でこうなんかあのファッション的になんかこうね、身につけても SL の中では OK ですから、うん、OK ですよね、はい、ぜひリアルでできない楽しみの、そう、ね、楽しみ方の一つかもしれませんね、うん、今リアルではね、拳銃持てるのは警察官と、あと自衛隊さんと、あとはね、その筋の方とかだった、あ、その筋の方なかなか持てませんからね、うん、ということでぜひこちら、手に入れてみてください。はい、フリーです、フリーです。以上エリア86からお知らせでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは行きましょう。お待たせいたしました、こちらのコーナーでございます。目指せ歌丸。はい、さあ、目指せ歌丸です。本日のお題はごめんなさい川柳ということで、五七五の最初か最後にごめんなさいを入れた作品川柳を送ってくださいということで、皆さんから送っていただいております。素敵な作品は、本日番組エンディングで、本日のおたまるキングとして、皆さんにご紹介いたします。そして賞金が、もらえるわけですけど、はい、素敵な、そして作品には金のマンカップをプレゼントします。来週ぐらいからちょっとプレゼント形式が変わります。お、はい、ね、おディレクター来週からになりますからね、よろしくお願いしますね。はい、さあ、というわけで、それではですね、皆様方の作品をご紹介したいと思いますけど、じゃあちょっと見てみますかね。楽しみ。さあ、それではこちら行ってみましょうか。この方からですね、よっ、こちらでございます。さあ、あ、なるほど、こちら、歌丸ネーム玉江さんからいただきました、いい夢気分というね、タイトルがついてます、うん、間違いのない保証のある安心出会い系サイトです。スタッフの皆さんお任せください。無料にて、プロフィールにあった素敵な女性をご紹介しますというね、URL もこちらの方に書いてあるんですけど、なるほどね、いい夢気分というね、そして一定系サイトですね、はい、こちらの方の投稿が最初に入ってましたので一応読ませていただきましたけどね、はい、真剣にメモリかけたんで申し訳ないんですけど、必ずこういうのが最近入ってるんですよね、不思議、はい、ということでこの方には銀のマグカップあげません。さあ、それでは本当の作品ご紹介していきましょう。それではまずはこの方からいきます。お、もう今日初っ端から来ました、それではいきましょう。
歌丸ネームテンポイントさんからいただきまして、男子セカンドライフユースリミューザーの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。マートさん、クリさん、ココロさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日は実家から帰ってきたばかりなので、川柳一つだけです。おかえりなさい。かなりタイムリーな かなりタイムリーな心からのごめんなさいですということで。うーん。さあ、それでは最初の作品、この方テンポイントの人の作品になります。それではご紹介します。それではこちら、ごめんなさい。13連休ごめんなさい。なんだと？すごい、すごい、こんなにお休みだった。13連休いいな。すごいな。そうよね。でも始まる前からおっしゃってましたよね。素敵ね、13連休ね。うん、おー、重要なのでごめんなさいを2回言いましたって。そもそもです。なるほどね、重要ですよね。13連休はいいよね。長い。13連休何するの、師匠？これ何するの？ラグミーさん、打ったろうかなって13連休すごい。13連休すげえな、羨ましいなって言ってるのにもかかわらず、ユーストリームの方で私は365連休みたいなものって聞いたとき、ケイさんが書いてあるのに対して、それに対して反応は、ジュゴンさんの W が2つって言うだけで、誰も羨ましいなって言わないっていうところがね、ここは何か大きな違いなんですよね、これね、TWK バッグのね、ここね、ここ大事なところですよ。13連休ですよ。どうしてよ。あ、節電&有給使い切れ指令が出てたのでってことね。あ、実家引きこもりですということで、ね、テンポイントさん実家の方に帰ってるんですね。なるほどね。実家いいですよね。ゆっくりできる。ゆっくりできる ね。でも実家帰っても親旅行じゃなかったでしたっけ、先週。なんかそう先週のね。そうだったのかな。はい、まあ今回はどうかわかりませんけどね。これテンポイントさん、銀のマークを褒めるからです。ありがとうございます。今年はいました。さあ、それでは続きましてこの方からいただきました、歌丸ネームみーさんです。女子です。セカンドライフユーザーの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。マトさん、クリオネさん、ココロさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お三方の衣装に、合わせて、ちょっと丁寧に挨拶してみました。え、今のですか？マドさん、クリス、クリオネスさん、ココロさん、こんばんはっていうことですか？この部分がちょっと丁寧に挨拶してみますか？じゃあぜひお願いしたいんですけど、来週丁寧じゃないちょっとご挨拶をしていただきたい。どんな感じになるのか。そうだね、違いをね。はい。はい。前振りは対応に任せて、早速聞きますけどね。はい。さあ、3つありますね。はい、それでは行ってみましょう。1つ目でございます。ごめんなさい、川柳みーさんです。それではこちら、マトさんに言わせてみたいごめんなさい。何の、あ、かっこして、たまには IM 返事なし、謝んなさい。なんてね、嘘だよって書いてますね。はい、すいません。あのね、IM ね、ほんとね、僕ね、ビュアーを変えてから全くわかんなくなったんですよね。上の、こうちっちゃいところにぴょこって出てるんですよね。うん、ほんとね、多分、あれですよ。バイク便を出してる方も多分俺がすぐ反応ないからおかしいなと思う時あると思うんですけど、あのバイク便で物が今みたいに送られてきた時に分かんない時があるんですよね。でも皆さんよく分かりますよね。慣れかな。あ、慣れだよね。慣れですか。まだ僕慣れてないんですよね。本当にこれマミさん、あ、返事ないよね、マトさん、昔からって。昔から。いや、昔からじゃないでしょ、マミレールさん。
もう付き合い長いけど全然昔はすごかったでしょ。返もう打ってるか返事するかどっちが早かったぐらいが返事来ちゃうでしょ前は。ねちょっと MC 陣はねなんかそこで言いなさいよあなたたちも。どうぞここから。返事ないですよね。ですよね。さあそれはそれでは次の。ほらほら兄さんが昔しかほらエリポさんがないよね。いやほらない。流は変わる前からだよね。違う。あるある。ね。誰一人フォローなしとかってユーバーのせいにしてるけどあれかな回線が遅いからかな届かないのかな面白いね途中で詰まってるのかななんかどっかで詰まんないよね三丁目の角あたりのなんかこう光ケーブルの中でこう詰まってるのかな面白いね、うん、そうね二つ目いっていいかしらそうじゃあ二つ目いかせていただきますじゃあそれではね二つ目それではいきましょう、ね、それでは二つ目みーさんの作品こちらごめんなさいダサくばかりのつなぎくでいやそんなことないですよそんなことないです全然ないですそんなことないですなんかこの MC 陣の作品に比べたのあなたそうですよねいや比べるなっていう話ですよね比べられただけでも嫌かもしれないです、ね、私たちが嫌だ私たちが嫌だ一番底辺の作品をこうお手本で出しますからねそうですよそう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 、はい、さあというわけでじゃあ3つ目の作品いきましょうじゃあみーさんの最後の作品ですこちらごめんなさい効果の秘訣は甘えめでおお、ね、なるほどねそう簡単にできたら苦労しないけどと各箇所書いてますけどねまあ今あの僕とクリオミさんは作品の意味が分かったけど心さん全然分かんなかったでしょなんでなんで私も説明しないんですか分かっ今意味分かった今どういう意味だか心さんえ何ごめんなさい効果の秘訣は甘えめでっていうの分かった甘えてみるんでしょ甘えめ目ですね甘えめに、ね、甘えめ甘えめ、ね、甘えめに言ってみるっていうそう分かってたんだうん、分かった。なんか全然心でも結構得意そうだもん。心さん得意なんですかそういうの？甘えめでっていうの。いやいや得意じゃないですよ全然。なんかどんな風に言うんですか？なんかえごめんなさい。ほらムカつくでしょ。ごめんなさい。なんだこんやろうとか思いますよね。ごめんなさい。何？なんだお前って感じでしょ。そうです。なんだそれみたいな感じですよね。なんだそれみたいなね。うん、残念。そういう、こう、必殺技を持ってないんですか、心さん。持ってないですね。損してます。心さんでも、頑張るよっていうの評判いいんですよ。頑張るよって何。そうなんですか？そう、マトさんには評判悪いけど。そう、マトさん、なんだこれ。何言っても全然評判悪い。いや。ココロさんの頑張るよが評判いいってのはどういうことですか頑張るよっていうのがそうそうそう、うん、ほら あれいいですねってほら本当にいいですそうですかその頑張るよの意味がちょっと僕分かんないいやどういうことココ独特なんですよ言い方が頑張るよみたいなの言ってみてはいどうぞなんか言ってたほらあれはいい感じって言ってるでしょおうなんどうなのジェス作りたい作りたいほらね評判いいんですよそうなんですか、うんうん、頑張るよね、ヨが可愛いでしょえどうせ何、黙ってるってことあ、黙ってるってこと黙ってるんじゃなくて、なんか可愛いんだよ、うん、言い方があ、そうなちょっと、じゃあヨの部分が可愛いせっかくですちょっとエフェクトかけるのもう一回言ってもらっていいですか3、2、1どうぞはい頑張るよなんでヨあ、今チーンって聞こえた話しましたねちょっとまあまあねわかりませんけどさんがさすっごい評判悪い感じっていうのがわかりましたねもう頑張れよって言いたくなるよねそうそうちゃんとやっとけよみたいな感じでしょまあまあでもまあまあ、ねはい、人それぞれねいろいろありますからね、はい、
ということで、みーさんの先にはごめんなさい、効果の秘訣は甘い目で、これでいきましょうか。はい、マウンカップおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。甘え上手ってでも得ですよね、絶対ね。グラトンなぁ、なんかね、うん、羨ましいですね。男の人の甘え上手気持ち悪いですよね。そうですよね。あー嫌だね。男の人の、でも男の人の甘え上手っていますよね。なんていうかな、こう母性本能を刺激するタイプっていうの。あーはいはいはい、あね、母性本能をくすぐるっていうのは男にとって永遠の課題ですよね。そうなの、どうやったらくすぐるのか、くすぐるのか、本当に教えてほしいですよね。そう、なんか狙ってくるとムカつくよね。狙ってくるって、母性本能をくすぐろうと狙ってくるって、どういう風に狙ってくるんですか。こう言ったらきっと可愛く見えるかな、例えばそれどんな風に狙いつつ、ちょっとそれちょっと実体験でどんな感じとか教えてもらいましたか。え、なんかあったかな、うん、なんとかしてほしいなみたいな、あ、なんとかしてほしいなみたいな、何々してほしいなみたいな、はあはあ、って言ってくるんですか。そうそうそう、お弁当作ってほしいなみたいな、はあはあはあ、そしたらあなたは、って感じかな。どうすりゃ。何だそれ。だよね。クリちゃん弱いに甘える男の人に。私甘え、甘えの好きじゃないし、甘えられもしないですね。あ、そうなんだ。あ、でもクリちゃんなんか甘えられそうじゃない。ちょっと今いいアドバイスが出たよ、ジュゴンさんから。どれですか。とりあえずタイニーになってみてはどうか。あー、それあー、だから俺ね、わかるわ、わかるわかる。だってあのさ、たびたび夢大陸のタケル君いるでしょ。うん、うんうん、あいつやたら人気あるんだよね。あ、私もなんかよそ様から聞いた、なんかタケル君かわいいよねとかって言ってくる人がいて。そうなのよ、絶対言うまいとかって思ったよ。タケル君には伝えまいって。なんでタケル君に対してそんなライバル意識を持ってるの。タケル君調子乗るよねみたいな。絶対タケル君は言わないよねみたいな、伝えないよねみたいな。ああ、でもそれは分かるかもしれないね。うん、今のマツコ、マトさんの話し方、マツコを思い出した。マツコデラックスですか。マトコデラックスになりましょうか今から。マトコじゃないんだ。そうよねとか言って。でもタイにはでもあるかもしれない。それはあるかもしれないね。なるほどね。いいことをね、いいことを聞きました。その目線までこう座りたくなるよね。そうだよね、あれね。どうしたのみたいな感じ。またタケル君の場合はまた声出すからね、またあれね。何、甘えてるようなこと言ってないんだけど。甘えてるようなことタケル君言わないでしょ。言わないんだけど、なんかこうね、ちょっと悪ガキチックっていうか、なんか可愛いよねっていう感じするよ ね、うん、あ、そうか。タケル君あれですかね、思春期とかそういうあの記事言うと、もう今あれですかね、肛門期ですからね、やつね。また出てきた。ね、なるほどね。ということで、次の作品行ってみたいと思います。はい、それでは行ってみたいと思います。歌丸ネーム、先月アルバイトをクビになった専門学校生からいただきました。男性です。セカンドライフィールドの方、ありがとうございます。あらららら、はい、さあそれでは、この方からの作品でございます。一発バシッと来てますね。それでは、先月アルバイトをクビになった専門学校生さんからの作品です。こちら、はい。お父さん、ニートになってごめんなさい。あらららら。なまあね。でもまだ学生さんだからね。まあ、学生さんですけどね。うんうん。まあ、バイトクビになっちゃったのはね、うん、まだまだ大丈夫ですよ。うん、ね。うん。
これがほら本当に働くようになってね、クビになっちゃうといろいろ問題出てくるよね。ああそうですね、そうそうそう、今でも世知辛い世の中ですからね。そうですね、うん、クビになりたくなくてもクビになっちゃうこともありますからね。ああ確かにね、クビって大体なりたくないのになるんですよね。でもねこのね、あの専門学校生さんにねいいことを教えてあげる。あなたはね専門学校生だからね、まだニートじゃないです。そうですよね、うん、専門学校卒業して就職も、その他学校も行かなくなった時に初めてあなたにニートの称号が与えられるわけですからね。その時はお父さんにごめんなさいした方がいいかもしれないね。ああそうですね、学生の頃とバイトとかって結構やってました？バイトしましたよ。しました。何のバイトしました？クリオネさん。私はね、イベントの手伝いとかね。イベントの手伝いとか。あとだからなんかこう通訳系のとかね。はいはいはい、はい、うん、あなるほどね。とかなんかうんうん、ちょっとうん、いろいろありまして。今につながるような。あ今につながるようなね。今につながる。はいはいはい。なんで笑ってる？なんで笑ってるかがわかんないんですけどね。なんで笑ってんだろう。なんですかそれ。ちょっとあれですか、なんか人に言えないような場合ですか？いや人に言えなくないですけど、私日本語ペラペラなんですけど、日本語のは得意なんだけど、うん、日本語できない設定で働いてくれとか言われたりとか。は？ちょっと何ですかそれ、どういうことですか？すいませんちょっと目指せる歌丸、一旦ちょっとここで止めさせていただいて、それどういうことか聞きたいんですけど。詳しく知りたい。日本語があまり喋れないようなふりをしてくれっていうことですか？そう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 。だから何ですかそれ。だから、ムームーとか来て、ハワイから来て、私日本語できませんみたいな感じ。はい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 。でそれ何するの？バイト。何？あのね、何でしょう、ハワイのアイスクリーム屋さんのバイト。あ、アイスクリーム屋さんか。うん、なんだけどアイスクリーム売るわけじゃなくて、はい、なんていうの、キャンペーンじゃないけど、はい、日本で五大お祭りぐらいに入るお祭りのところの会場で、うん、世界中、そう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 、はいはいはい、そうそう、で日本語は喋らないでくださいって言われて、ってか本当に一緒に働いてたスタッフ全員外国の人だったんで。それはアイスクリームでも売る側の人じゃないわけでしょ？売る側の人ですけど。売る側の人で。でも自分たちはこうやってスクープしてるわけじゃなくて、うん、ハワイからこういうアイスクリームやりますよみたいな。そうそうそう。でアメリカ人なりしますし。要するに日本でのイベントだよねそれね。そう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 。日本でハワイのアイスクリームショップがこうなんかのイベントで来て、そう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 、でハワイから来てるわけだから。そう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 。このアイスめっちゃうまいから食ってみーとか、そんな関西弁じゃ困るから。そうそうそう。まあこう外国の方みたいな感じの風で。そうですそうです。初めて日本に来ましたみたいな感じの。そうで他の人は本当に全くのあの。日本人じゃなかったんで、その中に一人だけ日本人で、日本語できたのは私だけだったんだけど、逆に通訳しながらだったんだけど、うん、だけど私も、そこに外に出たら絶対もう日本語は喋らないってことでやってくださいって言われて、ね、受けたのは可愛いで、小学生とか来てサインしてくださいとか言われるのがなんか可哀想になっちゃった。子供の夢をね。でもサインしてくださいっていうのはすごい可愛くてサインしてくださいってがっつり漢字でもうすごい山田花子とか漢字でがっつり書いてて、ね、じゃあすいません、栗山さん、せっかくなんでその時のあのこうセリフをちょっとその時のあの衛生外国人風にちょっと言ってもらっていいですか？それではいきます。3、2、1、どうぞ。アイスクリーム、You scream, we all scream for ice cream って言ったんですよ、本当に。完全に向こうの人じゃないですか。本当に面白かったですけど、他の人たちは本物なんで、うん、私だけ本物じゃなかったんで。まあね、今のねアイスクリーム、ユースクリームの部分でね、夏のお嬢さんを思い出した何名かの方いらっしゃると思います。ありますか。ね、イクエちゃんじゃないか。ごめんなさいって言わないとね。イクエちゃんを思い出した方が何人かいらっしゃると思いますよ。はい、はい、ということで、目指せたまで戻りたいと思います。はい、お願いします。ということで、先月アルバイトをクビになった専門学校生さん、名前の方がですね書いてないので、銀のマンカップを、送れないので、もう一度投稿フォームの方に、名前の方をアバター名を書いて送ってくださいね、よろしくお願いします。
願いします。さあそれではこの方にも銀のマンカップおめでとうございます。おめでとうございます。さあそれでは続きましていきましょう。続きましてはこの方でございます。歌丸ネームビヨンセタヨさんからいただきました。女子セカンドライフヨユーザーの方です。マドさん、クリちゃん、ほくろつけた？ココロさん。何いじるの？え、そうなんですか？ほくろつけた？最近よくつけてますよね。え、どこにほくろついてるんですか？ついてる。鼻の横？うん。あ、これなんかあるんですか、このほくろは？色気ですよ。いいかなと思って。あ、色気づいてみたんですか？づいてみたとか言わないでください。違うんですか？なんとなくほら、もうちょっとそれると、はい、あのモンローの位置と同じくらいになるなーみたいな、ね、どっちですか、上ですか下ですか。いや横に。あ、横にね。うん、はいはい、そんだけです。はい、はい。では早速、サクって一言ということでね、はい、2つあります。それではご紹介しましょう。それではビヨンセさんの作品2つ、まず1つ目、こちら。ごめんなさい。あなたは私のタイプじゃない。いや、でも、ビヨンセ守ったんじゃないかな、数。数字。いや、確実にタイプじゃないわ。5を超えてるよね。あ、そっか。心さん、この間から数え方おかしいですよね。そう。雰囲気で数えてる。うん。ちょっとないを7文字で考えてる。そうですね。あなたは私ので、これまたこれあの黄金の、あ、うん、あの587じゃないですか。そっか、本当だ。でもなんかいい感じだな。これサクって考えて一言ですかね。うん、ね、うん、そしてよく考えて一言と次の作品でございます。それでは続きまして、2つ目の作品こちらでございます。どう読むかっていうことですね、これはね。さあそれではこちら。ごめんなさい。社長の怒りも無視でメール見た。おい、作文じゃねえかよ、だから。すごい。その下にですね、注釈が書いてます。漢字を一文字でよろしくねって、違うでしょ。漢字を一文字でも違うよね。社長の怒りも無視って。すごいな。全然違うでしょ。ね、もうまあ、よく考えてこんだけ余ったんですね。これなんですか、ごめんなさい、社長の怒りも無視でメール見た。え、なんですか、社長に怒られてる最中になんか携帯でメール見たんですかね。多分そうなんじゃないかな。どういうこと。うん、なんか言ってんなとか思ってたらこうチェックしたんじゃないかな。ビヨンセ、ここ違うだろ、これ間違ってるだろ、これ何か言ったら分かるんだって言ってる最中にこう携帯でメール見てたんですね。すごいですね。もうとりあえずじゃあビヨンセさん、あのあれですよ、まあ、こっちも字余りですけど、上の方のごめんなさい、あなたは私のタイプじゃないっていうので銀のマンカップ行きましょう。おめでとうございます。おめでとうございます。ごめんなさい、あなたは私のタイプじゃないっていうのは、これどんなタイプの人なんですかね。どういうタイプ。自分のタイプじゃないってだけでしょ。自分のタイプじゃないって、うん。さあそれではですね、続きましてですね、こちらの作品、今日は心さんに読んでもらおうかな。なんだろう、ちょっと待ってください。何は、頑張れ心。あ、間違えた。間違えたってどこ行った。今心さんに IM 送ろうと思ったらコールしちゃった俺。何してるんですか。不慣れにもほどがある。すいません。ちょっと待ってくださいね。じゃあですね、それのくせに、相手がコールを受けましたってどういうことなんですかね、心さんのやつ。いやいやいや、多分心違いなのかもしれませんよ。いや違います、今送ってましたよ。本当にですか。
私はそれではですね、作品の方今送ってますんで、ね、これで、前回確かクリオネさんでしたもんね。そうです。そうですよね。はい。今回はもう心さんにこちらの方ね。夜中の2時コールだったけど。はい、あ、そうだよね。はい。じゃあ頑張って、ね、お願いします。はい。あ、これすべて読めばいいですか？もう作品ですからちゃんと読んでください。あ、じゃあ上の部分だけ読みましょうか。はい、お願いします。はい、わかりました。はい。投稿ネーム、ブラックフォーさんからいただきました。男子セカンドライフユーザーの方からです、下のセットはどうぞ。やっぱりね、はい、はい、あ、読めばいいんですね。マツさん、クリちゃんのところだ。あ、マツさん、クリちゃん、はい、ココロちゃん、スタッフの皆さん、はい、こんばんフォー、こんばんフォー、ごめんなさい、川柳です。はい、今日も最高フォーよろしくお願いします。はい、はい、頑張れ。最強4だった。最強4、はい、強4をよろしくお願いします。はい、最強ですからね。そうですね、はい、それではいきます。いいですか？いや、まだありますよ。じゃあ読んでください。最近のマトさんは4部分を適当に流してるように感じます。私の母国では流して読む4は犯罪です。どこの国だよ。おかしすぎる。どこの国だ。それを川柳にしてみました。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。だから僕はね、僕はね、最近その4に伸びがないっていうか張りもないんですよ。だからもう最近はあのクリオネ心にちょっとね任せてるんですけど、今日はね、心がもう本当に僕にね、もう番組が始まるもう半日ぐらい前、今日の昼ぐらいからですか。言ってないですよ。昼ぐらい、先週ってブラックホーさんの作品ってクリちゃんが読んだわよねみたいな感じで、ね、うん、言ってた。あ、そうだね。今日は私かしら。あ、そうだね、分かったわ。そうだ ね、 ね、その芝居やめて。今日の昼から温めてましたからね、この人ね。違う、ありがとうございます。発声練習してるよね。最強の方がこうお見舞いできると思いますので、じゃあそれではこれ行ってみたいと思います。いいですか、作品準備いいですか。はい、はい、はい、それでは行ってみたいと思います。それでは行きましょう。3、はい、ブラックホーさんの作品、それ1つ目、3、2、1、どうぞ。ごめんなさい、もうちょい強めにお願い。ちょっと、お願い4、お願い4、ね、ごめんなさいの方じゃないですね。お願い、ごめんなさい、お願い、うん、要するにごめんなさい、ちょっとごめんなさいよ、お願いしますよって感じですね。そう、うん、ちょっと恥ずかしい、ね、ちょっと、はい、はい、頑張ろう。いけるね、はい、そうそう、いきますよ。辛いだろ。ちょっとだけ。そうだよな、そうそうそう、うん、だからこれ試練だから。そうですね、しばらくこれずっとやってきてたからこれね。うん、でも次マトさんですよね。戻らないとダメ。いやいや、そこがまたさ、そんなもう来週の話がしようよ。鬼が笑うちゅう話ですよ。そんなね、今はもう今を生きてくださいよ。ね、うん、この最後、この二つ目作品ってこう最後ですから、もうこの最後決めてくださいよ。今の倍ぐらいでガツンっていかないと。またクレームがつきます。またクレームつくよ、そうよ。最強で。またクレーム。スレスレ。ガーンとね。はい。はい。はい、うんうん、もう今の最初の今の読みだったらもう納得しないからね、ブラックホーさんは。まあ、ブラックホーさんが納得してもブラックホーさんの祖国が納得してない。そうか、辛さをシェアしようとしてるのねって。そうね、そうそう、うん、さあ、それでもガンとね、頑張れ心。それではいきましょう。それでは、ブラックホーさんの作品2つ目、3、2、1、どうぞ。ごめんなさい、もうちょい長めにお願い。そう。やんだね。まあ、心さん的には今のは納得できてないね、多分ね。いやいやいや、そこそこ納得しましたけど、もう一頑張りできたかなと。今の焦りはほとんどコントだよ、今。毎回僕思うんですけど、ブラックホーさんの
この作品に僕は銀のマンカップをあげる理由がまずわからないんですまたしますけど、うん、これ今の2つもこうどっちがあって選ぶラインじゃないよね。あ、ほらクリオネさんのが聞きたい。読まないと。ほらほら。誰が言ってるんですか、クリオネさんの聞きたいって。ああなるほどね。クリオネさんのがもし来たら来週ね、来週来ていただければクリオネさんが聞けるから。来週。マトさん、マトさん。来週ね、マトさんだよね。来週クリオネだから。あのねこれね。言っちゃうとね、ココラがここでブラックホーさんやったでしょ。でここでもし試しにね、じゃあクリオネさんっていう風に言ってクリオネさんにブラックホーをやらせたら、3人いる MC のうち2人は使い物にならなくなるわけですよ。ひどいよ ね、 ね、 ね、大変なわけよ。それだけこうエネルギーを使うわけよ。大変だからね。両方容量をよく読んでってやつだよね。そうそう、そんなもう1日に2つも出しちゃった。腹壊しちゃうからね。そっか。最後にではって書いてますね。ブラックフォー合唱団を完成した。いらない合唱団だよね、これね。ということでブラックフォーさん、じゃあもうちょい強めにブラお願い、あ、ごめんなさい、もうちょい強めにお願い、あ、ちょ待て、お願い、ねえねえブラックフォーさん、お願いですから時間守ってもらえないですかね。お願い、フォーはいいんじゃない。あ、フォーはいい、そうですか。うん、じゃあごめんなさい、もうちょい強めにお願いフォーで、はい、ということで銀のマンカップみたいです。おめでとうございます。みたい、解禁賞みたいな感じですよね。もうそうですよね、マスカリだもん。さあ、それでは次の作品行ってみたいと思います。はい、歌丸ネーム TWQ ウェブさんからいただきました。男子セカンドライフユースリーメイザーの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。マトさん、クリちゃん、天然ビリビリシスターズのお姉さん、こんばんは。こんばんはこんばんは、雨の中、桜が悲しげで、ありながら綺麗な札幌ですが、そうそう、皆さんのところは桜は散ったんでしょうか。あれ桜どうなったんだろう、見てないな今日。ああ、雨でどうなんでしょうね。あれそうか、連休でダラダラしがちな日常を打開するため、だらけた MC を反面教師にするべく今夜も参上しました、もちろん今夜もあの人の三部作ですけどね。なるほどね。さあ、それでは TWQWeb さんのこの MC 人の誰かに対する、作品でございます。それでは行ってみましょう。まずは一つ目、こちら。たった今例題作ってごめんなさい。あ、これ誰だ。誰だ。心だよ、やっぱり。私だわ。やっぱ心だよな。マトさん、ちょっと俺も今一瞬サクッと刺さった。そうでしょ。でもこれも今夜も、今夜もあの人の三部作って言ってるから心だ。そうだね、あの人だもんね。そうそう、俺じゃない。危ない危ない、流れ玉食らうとこしかいない。さあ、それでは2人とも死んだ。そうだね。それでは2つ目いってみたいと思います。それでは、はい、TWK ウェブさんの2つ目、こちら。ごめんなさい、心のお手本、心なし。そうですね。まあまあいい、いいですね。これいいですね、これね。うんうん、いいですよ、これでって何。それでは3つ目いきたいと思います。それでは3つ目、こちら。番組中よそ見をしててごめんなさい。本当だよ。さっきの私だよ。そうでしょ。私だね。あなたよそ見してた。私じゃないから番組中でも聞いてるって言って、あ、聞いてませんでしたっていう人はいたけど、よそ見してましたっていう人はあんまりいないかったな今まで。あ、そうなんだ。あんまりいないよね。え、どっちのあれかな。何、聞いてませんでしたの方がいいってことかな。いや、どっちっていうか普通聞いてたよ
そっか。予想してても普通さ、耳だけはね、そう、か、そう、聞いてるとかだよね。ああ、うん。どっちじゃなくて聞いてろよ。冷蔵庫閉めてきたって人がいたね。ああ、いたね。いたいた。冷蔵庫閉めて。同じ人かな？ね。そうね、これ試しにコーナーちょっと一回こう切り盛りさせるっていうのもいいかもしれないですね。あ、なるほどね。はいはいはい。これでこの作品読み終わったらこの後こう歌丸ちょっと進行してもらって、うん、読んでくださいって言ったら僕読みますから。あ、なるほどね。心の指示で僕がさ、あ、なるほどね。間のつなぎのこうなんかこうたわいのないトークのこう心さん、何の話それ。ちょっとやめて、そういうことできないよ。あの3つ目あります。あ、3つ目、あ、全部やりますね。 TWK ウェブさんの作品今言いました、今 TWK ウェブさんの作品ね、これ間違いなく、これごめんなさい、心のお手本、心なしで、うん、これで銀のマンガップ、おめでとうございます。ありがとうございます。それではじゃあここから心さん主導でね、ちょっと行ってみましょうか。はいはい、じゃあ心さんよろしくお願いします。はい、ちょっと待って、うん、本当に、うん、はい、じゃあ次の作品はあれってかは分かんないんですけど、なんかこうなんかやってよ、なんかこう、え、何しようかな。作品自分届いてないでしょ。どうしたらいいんですか。僕に、じゃあ次の作品松さん、じゃあよろしく。ああ、なるほど。パーンと、はい、じゃあ次の作品松さんお願いします。はい、わかりました。何このなんか何を今イラッとするよね。よ、はい、わかりました。声がイラッとすんの。そうなんか、それでは、はい、わかりました。次の作品ですね。ちょっと心さん、次の作品ですね。わかりました。はい、お願いします。歌丸ネームそのままワッキーさんからいただきました。男子セカンドライブユースリムユーザーの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、マトさん、クリさん、ココロさん、こんばんは。いつも笑い転げています。先に寝ますが、あれはなんだ、2つ投稿いたしますということでね。わかりました、いただきました。さあ、それでは、2つということで、こちら、それでは一つ目いってみます。ワッキーさんの作品、旅ガラス、わらじを脱いだらごめんなさい。あ、ごめんなさい。ごめん、ワッキーさん。一つ目こんな感じです、心さん。あ、わかりました。どうですか皆さん。なんだキャッチボールやん。わらじを脱いだらごめんなさい、うんね、だから、え、そう、お邪魔しますって意味、旗子とかに、あ、ごめんなさいよって意味、わかんない。あ、そういうことかも。お邪魔しますっていうか上がりますよ。あ、これね、2つ読まないとわかんないかもしれない。あ、そうなの。あ、でもどうだろうな。え、じゃあ2つ目いってください。わかりました、2つ目いきます。はい、お願いします。はい、2つ目こちらです。恋女房、お蝶を死なせてごめんなさい。お蝶さんって。あ、で、かっこ旅ガラスシリーズ、たまたまマイワールドに入ってるんです、すんませんって書いてるんですけど、これ何の、ね、何これ、どういうこと。ワッキーさんね、旅ガラスみたいな、その手が好きなんですよ。バクトモノっていうか、なんか清水の次郎長って書いてある、ね、そう、そんな感じで、好きなんですか。そうそう、そういう感じの格好もしたりとかする人なんですよ。ほうほうほう、うん。お嬢さんって誰ですか。わからない、わからない、お嬢さんも。その辺はやっぱりマイワールドだからわかんない。わかんないですね。でも出てくるんじゃないかな。うん、ね、マイワールドですね。そうですね。じゃあこれ、旅ガラス、わらじを脱いだらごめんなさいでいきますか。ごめんなさいで、うん。でいいですか、コロさん。はい。じゃあ、そんな感じで言ってください。銀の、銀ですよね。言ってください、ポンと。はい。
おめでとうございます。いやいやいや何マッキーさん、マッキーさんに銀のマグカップおめでとうございます。あ、マッキーさん銀のマグカップおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、続きまして松さんお願いします。ね、ちょっとごめんなさい、もう僕やっていいですか。もうやってくださいなんか辛くなっちゃうんで。それでは行きましょう。続きましての作品こちらでございます。歌丸ネーム、バスへのバーママさんからいただきました。女子セカンドレフィールドの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。先週はたくさんすぎてマトさんに失笑されてしまったので今回は2つに絞りました。なるほど。失笑なんてしないですよ、うん、全然。マジで歌丸コーナーにはまってしまってます。いいことですね。おー、いいな。はい、それでは行ってみたいと思います。1つ目の作品こちらでございます。それはこちら SL アバー、とっても若くてごめんなさい。すいません、ちょっと字余りです。 SL では思い切り若くて綺麗にしてますが中身はおばさんです。騙されないでください。幻想です。と言いますここまでこうやつぎ早に書く必要があるのかって話ですよ。ないと思いますけど。おかしい。まあまあまあね。まあまあでも僕もおっさんですけど、まあ、若くしますからねこれね。さあそれでは行きましょうか。はい。さあそれでは二つ目の作品でございます。それでは二つ目の作品、バスへのバーママさんからの作品です。こちら。ごめんなさい。色気は冷凍しています。色気は冷凍してるそうです。時々解凍するんじゃない？ああ、そうなんですかね。時々チンするんですかね。ねえ。補足説明が書いてます。色気はないわけじゃないんですよ。色気は冷凍保存してるんで、すぐには出せないんですよ。なるほどね。決してないわけじゃないんですよ。うん、そういうことで。これね。これ、いいっすね。はい。これはちょっと、これどれでいきますかね。これ、ごめんなさい、色気は冷凍していますでいきましょうか。うん。これで、銀のマグカップおめでとうございます。冷凍保存してるんですね。どういう時に解凍するのかすごいです ね、 ね見てみたいですね、うん、さあ次の作品じゃあ行ってみますね、うん、はい。さあそれでは続きましていきましょう。続きましてはこの方からです。黙るネーム東ゆま子さんからいただきました。女子セカンドラフィーユースリミューザーの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。マトさん、クリさん、ココロさん、スタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。私事ですが、この場をお借りして、萌え空海のスタッフたちにぜひ謝りたいんです。おほう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 。ということで6個作りました。おお、なんか謝ることがたくさんあるんです ね、 ね、バババババンっていきますからね。はい、はい、それではいきましょう。それでは東ゆま子さんが萌え空海のスタッフに向けての作品1つ目こちら。お座敷でいつも飲んでてごめんなさい。これでも俺が昔行ってた飲み屋のママさんもそうだった。いつも飲んでた。あ、落ちちゃったかな。あ、画面落ちた。あ、画面落ちましたね、うん、また今落ちますね、うん、はい、しばらくお待ちください。これも音声だけでもいけますからね。はい、でいきましょうか。さあそれでは2つ目いきましょう。もう2つ目これね、どっちの意味なのかなと思ってちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、2つ目いきます。それでは2つ目こちら。ごめん、あ、違った。ちょっと待ってちょっと待って、なんかね、なんかザーって入ってない。あ、
うん、全然。いや、全然。あれ、気のせいかな。今すごいザーッと入ってる気がしたんですよ。大丈夫？そっち二つのどっちかから。さーっていう音が入ってる。あ、あのね、うん、車が通ってった。そういえば。え、雨っていうこと？違う、車。あ、その音じゃない、その音じゃない。あ、そうかも。雨。うん。え？そのところを車が通ってる。そう。え、そういうこと？うん。あ、今乗ってねえわ。あ、ちょっと今度車通ったら先教えて。うん、わかりました。そんな大きな音出ました？いや、なんか気になってたの。あ、はい。何かなと思って。あ、車が多分。二つ目の作品いいですか？あ、どうぞどうぞ。二つ目の作品しましょう。二つ目の作品。こちらでございます。こちら。お座敷で、スタッフナンパ、ごめんなさい。え、これどういうこと？どういうこと？どういうこと？これはあれですか？あ、スタッフナン、スタッフにならないかっていうナンパですか？うん、それとも、店のスタッフをナンパして、ちょっと付き合いなさいよって言ってるの、どっちかな？そうじゃないですよね。どっちかな？これ、東さんどっち？スタッフにならないっていうナンパ、それともスタッフに、ちょっと付き合いなさいよっていうナンパ？これどっち？スタッフと、脱ぎ脱ぎごっこをしようかと。じゃあ、あれですね。あの、エロティカルな方の話ですね。もう全然脱ぎごっこだね。そうね。間違ってなかったですね。ちょっと待ってください。次の作品も行きます。それでは行きましょう。次の作品、三つ目の作品、東恵麻子さんの作品、三つ目、こちらでございます。こちら。ごめんなさい。いつもお客様をナンパして、お客様のナンパして、楽しそうだ。なんかあれ、あなたさん、なんかあれですか、やりたい放題じゃないですか。スタッフナンパし、お客さんナンパしとかね、いいですね、なんかね、素敵な職場ですね、それね。ねえ、脱ぎ脱ぎごっこ。脱ぎ脱ぎごっことかね。うん。なんだろうね。うん。ランポさんがすかさずリピートします。脱ぎ脱ぎごっこね。そうね。そうそう、では4つ目いきます。そうそう、4つ目。こちらでございます。どうぞ。ごめんなさい。たまに水着の接客で。おぉ。だからあれですかね、うちのスタッフのヨッチンが。まあ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 ね、本当に。ああ、かっこ、ちなみに水着はアズール製を着ています。この水着って貴重だと最近知りました。これね、うん、アズール製の水着ね。それっていつもすごい昔のやつじゃないですか、きっとね。そうなんだ。おー、なんかちょっと、え、やっぱり あるんだ、アズールの水着ってあるんだ。へえ、だってあれだもんね、まみちゃんがすごいって言ってるから あるんだね。うんうんうん。へえ、あ、画面戻りましたね。うんうん。あ、ビキニなんだ。なるほどね。ほうほうほう。そう、すごいですね。4年前だそうですよ。4年前、うんうん。あー、すごい貴重だ。すごいですね。すごい。昔って言ったらふんどししか思いつかないですけどね。あー、松さんの場合はね、マミ、私ももう持ってない、持ってないよって。え、マミさんが私ももう持ってないよって。あ、マジで、ものすごい貴重ですね、うん、あ、それは貴重ですね、じゃあね。すごい。今度じゃあ見せてもらおう。うん。うん。さあ、それではですね、続きまして、5つ目の作品でございます。はい。さあ、それでは、5つ目の作品、こちらでございます。こちら。あれ、今も鳴ってる。ん？ザーって。ココロさん、ちょっとすいませんね。これ、すごく気になるんで、ちょっといいです？心さん、ちょっと一回ミュートしてみてもらっていいです？はい。
クリームさんミュートしまっていいです？あ、はいはい、ちょっと待ちください。しますよ、うん、戻っちゃった。あ、クリームだ、クリオネ。なんだろう、ブンって音さーしたりしなかったり、さーって音が入ってるね。さー、うん、ちょっと咳していい？どうぞ。え、今もまだ心には聞こえてる？うん、でも確かにさーっていう音は聞くんだろう、なんとなくうっすら聞こえるかも。さーって音するものなんかないんだけどな、うん、なんだろうね。あー、なんとなく聞こえる。そういえばさーってなんだろう、あー、このパソコンかな。さあ戻ってまいりました。すっごい喉がイガイガしたんで咳もしてきました。おかえりなさい。ただいま。なんかさーってなってたんで、うんうん、すみません、突然止めちゃって。何だろうね、何の音だろうね、突然なんか、うん、マイクかな。いや、わかんない、まあ、気を取り直していきますか。うんうんうん、はいはいはい。さあそれではいきましょう。5つ目途中になってましたからね。5つ目いきます。5つ目、はい、東今子さんの作品、はい、こちら。ごめんなさい、やるやる言って任せてって。ああ、なるほどね。これは一体どういうことかと言いますとですね、萌え空海の建物やイベントなどスタッフたちが自ら率先してやってくれていますということですね。あ、うん、私もやるわって言ってたけど、やるやるって言って任せてるわけですね。はい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 、なるほどね。ね、これはありますね。うんうん、クリオネさん大丈夫ですか、喋っても。今何の音かなと思って周りに音がしてる。あのね、多分ね、喋ると止まるんですよ。あ、喋ると止まるんだ。うん、止まるの。そう、喋ると止まるから。喋ってた方がいいね。なんかね、マイクの関係でどん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 多分感度が上がってってるような気がするんですよ、なんとなく。まあ後で調整しますけど大丈夫ですよ。とりあえず感度が、マイクの感度が上がってる。うん、そうそうそう、私がマイクから離れてるから。離れてんの結構離れてる。離れてんのうんうんうん、ちょっと近づきなさいやん。え、今近づきました。さっきそうだったの、ひょっとして。え、今近づいた。ずっと離れ、今日結構ずっと離れ気味だった。そうでしょ。うん、離れてるとその声を拾おうとして、あの、どん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 、あ、マイクは自動で感度が上がる、自動で感度を上げてくるんですよ。あ、それです。そうなんだ、賢いね。賢いね、そうそうそう。え、今平気ですか。今平気です、はい、それです、それです。あ、そうなんだ、うん、あ、そうなん、すごい、ね、すごいな、あるんだ。そう、それでは問題が解決したところで、はい、6つ目失礼いたしました。それでいきましょう、はい、6つ目こちらでございます。それではこちら。ごめんなさい、お座敷サボって SLTV へ。あ、そうそう、いいね、いいね、うん、うん、これ大丈夫、お座敷サボっても大丈夫です。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これ、あれですね、まだ下にありましたね。そしてリアル生活で一句ということで、ちょっとご紹介しますね。じゃあ、こちら、いきましょう。では、リアル生活いく。こちら。ごめんなさい、いつも洗車をしなくって。洗車をすると次の日が雨になるというジンクスがあります。僕と同じじゃないですか、これ。うん、それでも本当に毎回なんですか、マトさんとかは。僕はほとんど 100% ですね。そうなんだ。 100% ほとんど 100% ですね。24時間以内っていう感じです、ね、僕の場合は。なんか低気圧が近づくと洗車したくなったのに。多分ね、そういうことなんです、僕の場合は。多分東さんも同じことになっちゃう。さあ次いきましょうね。こうバババンってなったね、はい。じゃあ次こちらでございます。おばちゃんと行ってた人が年下だ。心の中でごめんなさい。うん、なるほど
で、その次がこちらでございます。ごめんなさい、言って許される年じゃない。何をですか。そして最後、はい、SNTV のスタッフの皆さんへ行くということで、最後の作品こちらでございます。それではこちら、ごめんなさい、ほんとイベント立てなくて。いや大丈夫ですよ。本当は謝ることがもっとたくさんあるのです。でも最近5月病なのでこれで許してください。また会いましょう。それではフォーって言ってますね。それではフォーって、あずのさんにまで伝染したんです。これね、僕的にはね、非常にこれがいいんじゃないかなと思ったんですけど、ごめん、あ、じゃあおばちゃんと言ってた人が年下だっていうのがいい。これで東さん、マグカップおめでとうございます。おめでとうございます。ありますよね、そういう時ってね。はい、と思う時あるもんね。ね、はい、さあ、それでは続きましての作品こちらでございます。この方からいただきました。歌丸ネーム、あ、ズイーさんからいただきました。女子セカンドライフユーザー、ユースミューザーの方からいただきました。ありがとうございます。マートさん、クリちゃん、ココロちゃん、スタッフの皆さん、こんばんフォー。あれ？こんばんフォー。あれ？なんでこうなった？なんで？あ、お友達とかじゃん。あ、お友達とかですね。はい。今日はお台場に行ってきましたら、久しぶりに虹を見ました。あら、いいですね。素敵。これはいいことあるなと思っていましたけど、帰りに今までやったことのない、今までやったことのない地下鉄の入り口の入り間違い、出口間違いを3回も続けてしまい、3回も入場記録を取り消しちゃってもらうはめに疲れた。フォー。あれ、なんでフォーなんだ。疲れたフォー。それでは今日の今日の歌丸。その1、はい、いつもお世話になっているディレクターにメッセージ川柳。はあ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 、なるほどね。じゃあうちのディレクターに対するメッセージ川柳進んでいきます。こちら、ごめんなさい、毎週いろいろごめんなさい。そしてその2位です、マトプロ、過去マトプロジェクト、これ勝手に作らないでもらえないですかね。そのハロプロみたいにこう、もうなんか馴染んでるみたいな感じがすごい嫌なんですよ。マトプロに、足踏み足踏みしているマトさんへのメッセージ川柳ということでね。なるほどね。じゃあ、行きましょう。それでは作品こちらでございます。どうぞ。ごめんなさい、されても世論が許しません。ね、僕がごめんなさい、ね、いつも許さないってことですね、世論が許さないってことね、なるほど。もう世論が動くまでになってしまったんですね、このプロジェクトは。恐ろしいことですよね。ね、では銀のマグカップカマンっていうことでね。カマン、これあれなんですかね、地下鉄の入り口とか出口とかって結構間違ったりやっぱするもんなんですか。あー、そうね、東京はそうですよね。大変ですね。うん、なるほどな、間違えるんだ。うん、なるほどね。これはあれですか、ごめんなさい、されても世論が許しませんにしていいですか。じゃあ、はい、ということで、ゼイさんからの作品はこちらで、ギノマンカップおめでとうございます。おめでとうございます。これでもあれですよね、そういうのありますね、間違えるとね。うん、そっちでマグです。はい、あなたの好きだね。はい、さあ、それでは行きましょう。さあ、それでは、この方からいただきました、歌丸ネームジュゴンさんからいただきました。男子セカンドレフユーストリームユーザーの方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。投稿遅くてごめんなさい。こんばんは。はい、さあそれでは、この次から多分、作品だと思うよ。あ、そう。多分ね、多分いいよ。ジモンさんの場合全部ご仕事できますから。お時間平気ですか？そう、すごい。さあそれでは行きます。お時間平気ですか？え、な、今何時間、どこですか今。あ、じゃあこれ一発で行きますか。これ一発でテープチェンジしますね。はい、それでは一つ目こちらでございます。それではこちら、え、これ作品じゃないな。え、これ多分ジュゴンさんの作品じゃないな。二つ目これ作品じゃないですよね、多分ね。多分そうですよね、ジュゴンさんね。これ一番最初あれだから、多分そうですよね。迷わずのやつはこれ作品じゃないですかね、多分ね。いや、迷わずは字数が違うから多分違うんだろうなと。これはジュゴンさんの作品としてはありえないなと思ったから、これは普通の文章でいいんでしょ。でも二つ目、あ、それがいいのね。あ、わかりました、わかりました、わかりました。うん、そういうことです、ね。まさか漢字が読めない。いやいや、読めるんですよ。時間図も最初合ってなかったから。いや、それこそ。そうそうそう。じゃあ行きましょう。じゃあこちら行ってみます。それでは、ジゴンさんの作品、こちら。疑わず、イラタと呼んでた、ごめんなさい。なるほど。あ、これ字数合ってますね。うん。だかわいい。あ、合ってた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 。合ってました、合ってました。オッケーです、オッケーです。はい。で、これ二つ目は、いいんですよね。これは普通、二つ目は、普通の作品でいいんですよね。作品じゃない形でいいんですよね。多分ね。はい。さあ、それでは。ごめんなさい。いや、もうほんとごめんなさいって書いてますよ。これ、心さんの名前の件ですよね。そうですね。イラタさん。皆さん、イラタだ、イラタだって思ってたんですね。私まで来たとかって、横筋さんは。でも僕はもともと心さんのハンドルネームの下の方よく分かってなかったんですよね。そうなんですよね。これはもうじゃあ、イラタさんの作品で、ジゴンさんは銀のマンカップ、おめでとうございます。おめでとうございます。4文字かと思ったら5文字ですよね。さあ、そこで、ここでテープチェンジをしないともう間に合わないので、それではテープチェンジしたいと思います。それではテープチェンジいってみましょう。